どうも皆さんこんにちは2022合格基礎講座民法第一回目の講義を始めてまいります担当いたしますはレクセン人講師の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれではですね合格基礎講座の民法を始めてまいりますでまず一番最初にですね使用する教材を確認しておきたいと思いますでまず一冊目ですねこちら 2022合格基礎テキスト民法、ね、こちらに沿って基本的に講義を、ね、進めてまいりますので必ずですねこのテキストご用意ください。ね、もう講義中ではもうテキストテキストっていうふうに呼んでまいりますのででさらにですねこちら2冊目2022高民法、ね、これも時間の許す限りですねあのこの講義の中で使いたいと思ってますのでね このこうかけね今後こうかけこうかけって呼んでまいりますけどもこれもご用意ください。でさらにもう一冊。ね。2022不動産鑑定士民法条文集ですね。これもやっぱり大事な教材になります。やっぱり民法をね法律を勉強する上で条文は欠かせませんのでね。これ今後条文集って呼んでいきますけどこの条文集もね必ずご用意ください。従いまして3冊ですね。3冊。ね。 まあちょっとね面倒かもしれませんけどねあのこの3冊必ずこの講義をねお聞きになる時はご用意ください。よろしいですね。でこの、まあ、民法なんですねこれからね講義を始めていきますけども、まあ、他の論文の科目と違ってこの民法だけが法律です。法律。でこの講義ですねお聞きになっていらっしゃる方の中にはねもうすでに担当に受かってね で論文の勉強を始めたって方もいらっしゃればねいやまだこれが担当もね同時並行でやってるんだって方もいらっしゃると思いますけどとにかく担当の一科目である行政法規ねこれも法律ですね法律ただ気をつけてほしいのがねこれ非常に大事なポイントなんですよこれ最初に申し上げておきたいんですけども行政法規もそしてこれから皆さんに勉強していただく民法もともに法律ただ勉強の仕方が根本的に違ってくるんですよ どういうことかと言いますとね行政法規の時はとにかく結論だけですねそれぞれの法律のね条文の結論だけ覚えてれば足りたまた実際問題がそれ解けたわけですね問題が解けただから実際結論だけ覚えてれば OK だったそれに対してこれから勉強していく民法に関しましてはね条文だとかねいろんなあの内容出てきますけど結論だけじゃダメなんですよ理由なんですよその結論に至る理由ね そのプロセスって言ってもいいんですけども、これが非常に重要になってきます。ですから、行政法規ですね。もう既に勉強した方に特に申し上げたいことはね、根本的に勉強のやり方違うんで、ね、これはぜひ分けてほしいんですよ。どういうことかというと、行政法規はある意味ね、私、講義の中でも再三申し上げていることなんですけど、ある意味覚えるだけなんですよ。覚えるだけ。結論ね。実際それで問題解けますから、担当の行政法規はね。 でも二次のの論文、この民法ですね。民法は二次の論文ということで答案書かなきゃいけない。でその時に結論だけけ覚えててていもね十分なな答案って書けないんですよ。普段からやっぱりしっかり自分で考えてそのプロセスっていうか理由だとかねそういうものをしっかりと考えて押さえておかないと答案って書けないんですよだから結論だけ覚えててもダメってことこれ気をつけてください、ね。 行政法規は結論だけで十分それに対して民法は結論プラス途中のプロセスまあ理由って言った方が分かりやすいかもしれない理由ですどうしてこういう結論になるのどうしてこういう条文が規定してるのどうしてこの論点ではこの学説はこういう結論を取ってるのその理由です理由これやっぱり答案ででで書くんすすよいいですねだからね担当と論文ね当然試験のね聞き方も違うわけでね 特に行政法規と民法に関しましては法律っていう点では共通だけども勉強の仕方が根本的に違うよこれはぜひ気を付けてください従いまして私行政法規の講義の時にはねもう合格基礎テキストの行政法規ですね、まあ、あれ使ってね皆さんにお話ししてるわけなんですけどもとにかくテキストの中のね皆さんに覚えていただきたい知識をピンクのマーカーでお示しをしてでこのプレゼンターという機械に移して皆さんにねこれマークしてねでここしっかり覚えてってね ね、これで問題解けるからねっていうスタイルで講義をやってます。でも、民法は、ね、この後もすぐね、中身入っていきますけども、基本的に。ね、まあ、どこでもいいんですけど、テキストですね。私、基本的に事前にピンクのマーカーで、お示しをするってことはしてません。これやっちゃうと。皆さん、考えなくなっちゃうんですよ。もう、講義聞きながら、もう、身構えてね。え、どこ、マークすればいいのかな、どこを覚えればいいのかな。 そういうううい勉強に走っててしまう人が、ね、出てきちゃうんですよですからこの民法に関しましては、ね、この講義の中で皆さんと一緒にですねテキストの中にこの合格基礎テキストの中に私がね書き込みながら逐一お話をしていくそういうスタイルで講義を進めていきますのでですから「どこ覚えんのかな?」「どこマークしろ」って言うのかなでそういうふうに身構えないでくださいそういうスタイルは取りません。 だから、講義の仕方も行政法規の時と根本的に変えてますから、この点も合わせて気をつけておいてください。で,ですね。とにかくね、行政法規の時は何回も言いますけど、もう結論さえ覚えれば問題解けたから、それで OK。民法は違います。とにかく結論を覚えるっていうかね、暗記に走ってしまってはダメってこと。だから暗記に走らないでください。で,ですね。暗記に走ったら、はっきり言いますけど、失敗します。民法の勉強、失敗します。 いいですね、とにかく、ね、この後私実際講義の中で皆さんにねもうとにかく理屈をしゃべっていきます。こうこうこういう理由でこうこうこういう条文があるんだよここの学説はこうこうこういう理由でこういう結論を取ってるんだよそういう理由をプロセスをしゃべっていきますから皆さんもできればテキスト中にそういうのをねあの書き込んでとにかく結論プラス理由結論プラス理由いいです、ね、これをセットで意識して押さえていくように心がけてください。 これが民法のの勉強の基本になります。結論だけね暗記に走ってもダメだよそのプロセス理由も一緒に考えて押さえていくいいですねこれをぜひ心がけてください、ね、まあちょっとね最初からね、まあ、厳しいお話いたしましたけど民法はねやっぱね他の科目と経路が違うんでねやっぱり当然勉強の仕方も違うんですよだからこれをね意識して勉強していくのかそれともただ漫然とね行政法規の延長で 勉強していくのか。これによっても天地雲での差が出ますから特。特にさっきも言いましたけど、行政法規のノリでいったら失敗しますからね。暗記に走らないでください。いいですね。じゃあちょっとね、もう早速テキストの中身見ていきましょう。ですね。よいしょ。でこちらですね。合格基礎テキストね。早速こちらの方ご用意ください。でこれ表紙開けますとね、端書きがありますね。であとこの端書きめくりますと、よいしょ。ね。 本書の特徴って上がってますまあ、この辺はねどっかであの目通しておいていただければいいですで今度その右側のページですね3ページに目次がね始まりますでちょっとずーっとめくってってください目次ですね結構細かくね項目をねこんな形で上げてますんでだから検索はかなりしやすくこのテキストできてますんでねでこの目次が終わりますとここからですねこちらご覧ください民法一般についてっていうページが始まります ここからお話をねしてまいいりたいと思います。もうちちょょ。っと大きい,方がいいいいいがかかな。よいしょここららでですすね。いいですね。ここからね、もうどんどんね私一応赤ペン使いますけど皆さん別に赤ペンじゃなくてもいいですよシャーペンでも鉛筆でもねあの構いませんのでとにかくねあの書き込みはしてってくださいですね特に結論だけじゃなくて理由だとかそういうプロセスですね理屈ねこういうのも意識してどんどんね書き込んでいってくださいね じゃあ、いきます。で、まず、一番最初ね、一番上です。よいしょ。もうちょっと大きくしまょう。で、民法は、ね、これから勉強していきます。一般市民、ね、私たちのことですね。一般市民、私たちです。ね。の間で起こる、身近なトラブル。ね。まあ、法的なトラブルです。ね。これを解決するための法律ですよ、ということで。で、例えば、A が B に騙されて、ね、これ詐欺ですね。B が詐欺を働いた。で、A が B に騙されて、 土地を買い代金を払った場合、A はこの契約を取り消して代金を取り戻すことができるか。ね、こんな場合に登場するのが民法ですよ、ということで、ね。まさにね、こんな事例ですね。実際こういう事例で、あの本試験の問題ですね。これ2020年も出てますんで、いわゆるこれ詐欺っていうんですね。詐欺、ね。詳しくはまたね、講義の中でやってきます、ね。こういうものをね、起立するのが民法なんですよ。 A さんとか B さんって、これ一般市民でしょこの間での、いわゆる法的なトラブル。これを解決する。これが民法なんですね。で、ちょっと続けますと、内容的には民法総則って言われてる部分ですね。これも、ちょっとこの後また見ていきますけど、一応この民法総則っていう部分なんですけど、このね、いろんな内容を規定してるのか、この中でも特にこの丸カッコですね。意思表示、代理、事項。この三つがね、 この民法総則って呼ばれてる分野の中ではね、あの大事な分野になりますんで、ね、ちょっとこれはね、意識しておいてください。ね、思表示代理、そして事項。ね、この三つが民法総則って言われてるところではね、大事な分野になってきます。試験で言えばよく問われるんですね。で、あと続いて物件、担保物件、再建相論で、再建各論、および家族法って言われてる部分ですね。これ。これ家族法っていうのはね、 親族法法といいう分野と相続法っていう分分分野野相続この2つに、ね、分類でできるんですね親族親子とか夫婦とか、ね、あと相続親が亡くなって、ね、子供が財産を相続するとか、ね、こういう親族法相続法これをまあ家族法っていう言葉で表現してます、ね。で民法相続ですねさっきの上の、ね。これ騙されて契約結んでしまったらどうなるかという身近な、ね、問題をこれ実際に取り上げます。 さっきね、これ詐欺ですよ。騙すっていうのは詐欺ですよって言いましたけど、ね。これ、この詐欺の規定って、この民法総則中で規定してるんですよ。ね。で、あと、物件ですね。次のね、2番目。相続の次が物件って分野が来るんですけど、物件では A が自己所有の土地を B と C に二重に譲渡してしまったら、どうなるのかという問題を扱いますよ、ということで。ね。これ、いわゆる二重譲渡って言います。二重譲渡。二重に譲渡する。同じもの、同一のもの。 譲渡っていうのはこれまたね講義の中でやっていきますけど売買を指すすんですよバイバイだから二重に売っちゃったんですよ A が自分の所有してる土地をね B に売ってさらにはその後 C にも売っちゃったこういうのを二重譲渡って言います二重譲渡いいですねでちょっとこれ掘り下げてちょっとお話ししておきたいんですけど皆さんの中でね宅建を勉強したいとかいた結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ で宅建の権利関係という分野を学習した時にねこの二重譲渡っていうのを勉強してると思います私実際宅建も講義やってるんで分かるんですけどもこの二重譲渡ですねちょっと図を書きますあの宅建やっ,てないなやってないよって方もねちょっとふんって感じで聞いといてくださいですねでちょっと左側ねこれ弱く,弱くありますんでここね書きますよここあごめんなさいちょっと下ねこれテキストちょっと敷いてますけどでここね これ家にしましょうね。こんな感じです。こんな感じで。ちょっと大きくしますよ。よいしょ。よいしょ。ですね。これ。A が家を所有してます。これ家です。<laughs> いいですね。で、この A が自分の所有している家を、まず B に売るんですよ。ちょっと番号を振ります。1番目。A が B に売った。で、さらに A が C にも売っちゃったんですよ。これ2番目。 いいですね。こういうのを二重譲とって言います。宅権やった方はわかると思います。ね。卓権やってないよとかーんって感じで聞いといてくださいね。で、この場合、どっちが、これ、勝つのか。ね。言い換えればどっちが優先するのか。ね。これ、だって物は一個でしょ。結局、権利取得できるのは B と C のどちらかでしかないわけですよ。じゃあどっちが勝つのどっちが優先するので、宅権やった方はわかると思うんだけど、先に、B と C のうち先に、 陶器を備えた方が勝つんだった勝つっていうのはこの家の、まあ、所有権っていいますまたち詳しくやってきますけどこのね家の権利である所有権っていうものを取得できるそういうことでした。ですから仮にね仮にこの事例でいくと、ね、B の方が先に買い受けてるけども後から買い受けた C がねもし今お話をしたこれです陶器。 陶器をもし、ちょっと待って、ちょっともうちょっとこれ線が切れちゃってますね。いいしょ。いいですね。C がもし先にね、陶器を備えたら C が勝つんですよ。この家の所有権、C が取得できる。結局 B さん負けちゃいます。ですね。これを卓剣で学習したと思います。卓剣だった方は。ですね。そうですよね。ね。ただ、鑑定士の民法ではここだけじゃないんですよ。さらに掘り下げて、条文で、これ、これを学習するんですよ。 で、次ですね。今度、条文集を開けてください。こちら。民法条文集ですね。で、こちら、えっ、ー、とね、177条ちょっと開けてみてください。よいしょ。17ページです。こちら。177条。17ページです。条文集の。開けてみてください。いいですか開けましたで、ここに177条って上がってます。で、 この条文のすぐ上にですね、他の条文もそうなんだけど、基本的にその条文の中身ですね、を表すこのタイトルっていうのがついてるんですよ。で、これからね、条文勉強するときはね、この条文番号と同時に、その上のタイトルもね、あの、見るように心掛けてみてください。そうすると、ね、これ、そのうち条文番号を見るだけでね、この中身ですね、このタイトル、ね、これがすぐ頭に思い浮かべるようになりますから、ね。で、177条を見ますと、不動産、ね、これ土地とか建物でしたね、不動産って。 不動産に関する物件。これ物に対する権利です。この後詳しくやっていくんで、ふんって感じで見とけばいいです。物に対する権利。まあ所有権ですね。所有権が代表的な権利ですけども、の変動の対抗要件ってなってます。あとこれ、おいおいね、詳しくやっていきますけども、もうちょっとお聞きしますよ。なんて聞定てます不動産に関する物件の特層変更。特層の特は取得。層は 失ういいでしょで変更。ね、まあ、変更はまたいいです。またその時詳しくありますけど。だから、これ、不動産に関する所有権という物件を取得、この得です。得っていうね、言葉ですね。こちら。取得するには、不動産登記法で丸括弧飛ばして、その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記、出ましたね。 登記をしなければ、第三者に対抗することができない。対抗ってのは主張するってことです。主張できない。ね。だから、戻りますと、不動産。さっきの事例は家でしょ不動産に関する物件。これ所有権です。さっきの事例も所有権でしょね。所有権という物件の取得。特層変更の得です。得っていうこの言葉。で、ちなみにこれもちょっとね、お話しちゃいますけど、こういう条文中の言葉を 文言って言います。ちょっと振り仮名振っておきますよんん。文言って言います。これ文言って読まないでね。文言って言います。この各条文のね、こういう各条文中のこういう言葉。不動産とか、物件とか、特装とか、陶器とか、大工とか、こういう条文中に規定している言葉を文言って言います。これは覚えちゃってください。 この後も、この条文の文言、こういうふうに規定してますよ、というふうに講義の中で喋ってきますから。いいですね。文言って言います。文言。あ登記もそう。ですね。こちら。で、不動産に関する物件の取,、ね、取得に得、ね、所有権取得するは、途中飛ばして、登記をしなければ第三者に対抗できないよ。これが、さっき、ね、図でお示しをしたに、いわゆる二重譲渡のケースで適用される条文です。 これを使って、さっきの事例で C が勝つんですよってやりましたね。テキスト戻りますよ。よいしょ。こちら。ね。こちら。だから、卓研の時はね、この先に C、ね、東京を備えた C が勝つよ。これでいいわけですよ。これで実際卓研の問題解けますから。でも、鑑定士の民法では条文で説明しますから。ね。さっき言ったように、結論だけじゃ足りないんですよ。ね。その根拠。 理由ですこれがここでは条文なわけですよ。177条っていう条文になるんですね。そういうこと。ですね。これね。ですからちょっと書きますよ。こちらね。177条を。よいしょ。そういうこと。ですね。これがいわゆる根拠条文って言い方をするんですよ。これが根拠になってます。 C が B に勝つ、ね、この家の所有権を優先的に取得するっていうその結論の根拠になるんですよ。ですね。だから根拠条文って言い方してきますからね。こうやって鑑定士ではね。単なる結論だけじゃなくてその根拠。ね。こういうのも学習していくよ。そういうこと。いかがでしょうなんか面白いぞね。そういうふうにお感じになった方はね。どん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 進めていってください。 で、逆にね、ああ、そうなんだって思った方、あるいは、なんかちょっと難しそうだなって思った方、ね、最初はね、ちょっとこう、とっつきにくいかもしれない。やっぱり法律って、他の科目と違うから。ね。だけど、これね、慣れなんですよ。ね、今回は今私のね、ご説,あの説明聞いて、あなんかちょっと難しそうだなって思った方もいらっしゃるかもしれませんけども、そんなにね、心配しなくていいです。慣れ。もうとにかくね、法律は慣れなんですよ。慣れちゃったら、あともう本当皆さんね、ご自分でびっくりするぐらいね、 あの処理できますからでこの民法って結局簡単に言うとね簡単に言うと皆さんが鑑定士になった時にねある法律当然やっぱり法律上のね問題っていうのはやっぱり無視できないわけですよ。皆さんが正確な鑑定評価をやるあるいは的確なコンサルティング業務をやるその時にやっぱりこういう法律上の問題っていうのはね全く分かりませんじゃ困るわけですねもちろん正確なね。 あの判断するために弁護士だとかあるいは司法書士だとかに相談することがやっぱ通常だと思うんだけどでもいつもいつもそうやってね弁護士とか司法書士に相談してるわけはいきませんよね。場合によってはある意味自分で当たらずとも遠からずのその法律上の問題の結論をやっぱ出す必要って当然出てくるわけですね。だからこの論文で1科目でね論文試験の1科目でこの民法が試験科目に入っているそういうことなんですね。 よく言われることですけど鑑定士の科目って全部あの皆さんが鑑定士におなりになった時にやっぱり必要になってくるんですね行政法規もそうです、ね、その不動産にどんな法律上の規制がかかってんのかこれが分からなかったら正確な鑑定評価でできませんよね民法もそうですですねだから結局この民法ってねさっきも言いましたけど皆さんが鑑定士におなりになった時にねある法律上の問題が出てきたその時に一応条文見ると こういう結論になるんじゃないかなっていうそういうね当たらずとも遠からずの結論やっぱり出せるようになってほしいそのために鑑定士の論文試験の1科目でこの民法がねあの入っているそういうことなんですねだからねこの後もいろんなねあの事例で出てきますけどねこの勉強ですね鑑定士の,あの民法いろんな事例問題が出てきますけどもその事例問題は結局ね皆さんは条文を使って処理できますかってのを聞いてるんですよ ここの民民法法は、民法は、そういうこといいいと。ですね。ですからそういうイメージで勉強を進めていってください。全部将来の皆さんのお仕事に直結するんですよ。だから法律ってね、民法ってどっか遠い彼方にあるんじゃなくて、あくまでも皆さんが将来ね、鑑定士のお仕事をやっていく上で、やっぱり必要になる。そういうね、まあ知識って、そういうことなんですね。いいですね。だからそう思ったら頑張ろうって気になるじゃないですか。ね。今ちょっとね、さっきのあの、この二重譲渡ですね。こちらをね、 お聞きになって、ちょっとね、知り込みしちゃったって方もいらっしゃるかもしれないけど、ね。でも将来皆さん、ね。これ、二重譲渡の事例で、いや、C が勝つよ。陶器だって備えてんでしょ。これぐらいはちょっと言えないと、ちょっとまずいかな。ちょっと依頼者のね、ちょっと信頼こなんじゃないかな。私はそんな気がしますけど、ともかく、ね。全部将来の皆さんの,あのお仕事につながりますから、直結しますから、ね。ぜひ頑張って。 勉強をやっていってていください私もできる限りあの分かりやすくあの説明をしていきたいと思ってます時にはね同じ歌詞ですけどどうしても皆さんにねもうたった今理解して覚えてほしい、ね、そういう時はもうくど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 同じことを言うかもしれませんけどねだから私結構くどいってよく言われるんですけどでもそういうことなんですよ皆さんに絶対ここはね押さえていただきたいそういうところはしつこく言います。逆にね ここの後この合格基礎テキストを使ってお話してきますけどもあんまりここはね試験で問われないから飛ばしていいところははっきりと飛ばしていいですよって申し上げますからいいですねですからメリハリつけていくんであんまり心配しないでください結構このねテキストの,この厚さに結構押されてねなんかこう勉強の意欲ねちょっとこう減退してしまうような方も時々いらっしゃるみたいなんですけどもねあのもう当然メリハリつけますからあくまでも試験勉強なんでねだからその辺メリハリつけるんでその辺も心配いらないです じゃあちょっと戻りますよ。で、一応さっきのね、ここ、随分いろいろ喋りましたけど、ほんと大事なポイントだったんでね、皆さんにお話をいたしました。いいですね。で、もう一回ちょっとね、戻ります。で、さっき物件のとこでしたね。物件のところ。ね。これ二重条と。で、次、今度担保物件っていう分野があるんですよ。物件の次に担保物件って言って。で、担保っていうのはこれね、これいわゆる、権利を担保する、保証する。ね。これ、例えばお金をね、これ、銀行から借りる。その時に、抵当権等のね、 まあ、いわゆる担保物件っていうのを設定することが通常ですよね。ね。これ担保。担保っていうのを保証するってことで。ね。またその時に詳しくやりますから。で、担保物件。では、これですよ。借金するときに今言った、抵等権を設定する場合の問題点などを勉強します。ということでね。ね。あと続いて、今度、再建総論という分野ですね。さっきの上でいくと、担保物件の次。再建総論という分野が来ます。で、ここでは、契約を守らなかった。ね。場合の問題を勉強します。 これ、借りたお金返さない。期限過ぎても返さない。ね。こういうのを債務不履行って言います。債務不履行。ちょっと書いときますね。またこれ詳しくはその時ありますからね。一回聞いておけばいいですよ。ここでね。債務、不履行。これ、債務、不履行。債務ってまたね、この後勉強しますけど、ね。これ、これ一種の義務です。義務。で、履行ってのはこれ、果たすってこと。で、不履行。ね。履行せずです。 だから義務を履行、果たさない。だから契約違反ってこと。ね。また後ろで詳しくやりますから。ね。ふんって感じで聞いといてください。ですね。これ。で次、あと、今度、再建確論。ね。これ最後の分野になります。これ財産法って言われてる分野の最後になりますけど、売買とか、賃貸借とか、こういう具体的な契約が出てきます。ね。売買、賃貸借。これですね。よろしいでしょうか。一応、これがね、 いしょ戻りますよ、まあ、民法一般です、ねまあ、全体像って言ってもいいです。全体像。ね、今ざっとご説明をいたしました。とにかくこの二重序図ですね。二重序と、ね。こちら、ね。これが非常にね。まあ、一番、ね、皆さんにとっては分かりやすいあの具体例かなと思ってお話をいたしました。いかがでしょう。ね、で本当にねあの、この民法なんですけども、この後ね。 いろんな内容を勉強していきますけど、焦らないでね。1つ一つ丁寧に押さえていってくださいね。でもその一方でね。その一方でちょっとまあ、矛盾するかもしれないけど、なるはやでこの全18回の講義をお聞きになってみてください。あの、どういうことかって言うとね。基本的に勉強はね。丁寧に丁寧にやってほしいんですよ。上滑りなね。そういう勉強は絶対やっていただきたくないんですね。 でもその一方であんまり一箇所に踏みとどまらないでいででほしんすよあのどういうことかっていうと民法ってねちょっとこれも図で書きますとね、まあ、よく私これよく書くこれまあピラミッドですピラミッドでこれ民法っていうね科目ですねこちらですねこれ民法の全体像と思ってください一応ピラミッドで表しましたですね で、民法ってね、まあ、他の法律もそうなんですけど、全部、繋がってんですよ。繋がってんの。有機的に繋がってんの。だから、自分がね、例えば一番隅っこですね。このピラミッドの左下。ここを勉強してる時もね、ここだけ勉強しても、実は、正確な理解がなかなか得られにくいんですよ。全く得られないとは言いませんよ。 全く得られないわけじゃないんだけども、やっぱりね、全部繋がってるから、全体像が分かって始めて、この左隅の、この一箇所の正確な理解もできるようになっているってことなんですよ。ですね。だから、あんまりこのね、一箇所、左隅のね、この箇所だけで勉強ね、止まってしまうと、ね、実は本当の正確な理解じゃないことが多いんですよ。全体が分かって始めて、ね、 この一箇所、一部分の理解もできるように法律っていうのは実はできてるんですね。だから、一箇所にとどまらないで、ね、多少わからなくてもいいから、ね、当然ですよ、最初から。わかるわけない。ね、もちろんわかるようにしてほしいけども、なかなか正確な理解って難しい。だからそういう時は、テキストの箇所にクエスチョンつけたらいいですよ。クエスチョンつけて。で、どん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 聞き進めていってください。で、後ろが、ね、後ろの内容を勉強することによって、前の方の理解もできるようになってますから。 それが法律なんですよ。だから最初の方だけやってね、なんかよくわかんないなーってんで、ね、やる気なくしてちょっと遠ざかってしまう。ね、それはもったいないです。もったいないから。わからなくて多少わからなくてもいいから、とにかくね、わからない箇所、テキスト中ですね、合格基礎テキスト中に、クエスチョン。ね。もうクエスクエスチョンもちろん、クエスチョンって、これ、これ以外ないですからね。こういうのをどんどんつけて、で、先にどんどんすきあの進めてってください。 でなる早いで全十八回聞き終えてみてくださいそうすると後ろに行けば行くに従って前の方もわかることが多いんですよいいですねこれはぜひ民法っていうかねこれ法律を勉強するときのまたまたこれも大事なポイントではあるんですけどぜひ心がけてくださいなる早いでなる早いで全十八回聞き終えてみてくださいあんまり一箇所に立ち止まらないでくださいね で,次で、今度、このね、また続けます。じゃあ、鑑定士民法のね、これ、どんな特徴なの鑑定試験の民法、どんな問題出るのこれがここに、一応ね、私の方でこんな形で載っけてあります。で、まず、丸1ですけど、2問とも、ね、事例問題で出るよ。ね、事例問題出るよ。これ、さっきの上の、このページでいけばこれですよ。A が B に騙されて、土地をね、買ってお金払っちゃった。ね、こんな事例です。で、もうちょっと言うと、このテキストなんですけどね、 ちょっとね、後ろのページめくってみてください。よいしょ。巻末にね、問題、えっ、ー、とね、昨年の問題ですね、えー、371ページちょっとめくってみてください。こちら。巻末付録っていうページがありますね、371ページです。一番お尻ですね、このテキストの。ここに、昨年ですね、令和2年の第1問、ね、これ、本試験問題と、あと、 こちら、私の方で、レックの方で作った参考答案も合わせて載っけてあります。で、ちょっと見てください。ここですね。資産家である英和から始まって、これずっと、これ去年の平成、あ、ごめんなさい。令和ですね。ごめんなさい。令和ね。令和2年の第一問の事例が上がってるんですよ。ずっと。こんな感じで。ですね。で、この論じなさい。ここまでですね。問題文。で、この下に、この関連する条文ですね。これ最近上げてくれるんですよ。今からね、 5、6年前ぐらいからかな。やっとね、問題文の下にこういうね、関連する条文。ちょっと次のページをめくってみてください。こんな感じで、ずっと。この問題をね、これ解く上で、あの、答案を書く上でね、あの、使うような条文、ちゃんとこうやって試験員の方で上げてくれるようになってるんですよ。それ以前は、昔はね、ほんとなかったんですよ。 だから、当然、条文もしっかり頭に入れて、答案書かなきゃいけないって、本当にそういう、以前はね、もう10年ぐらい前はもう、もう問題の下に条文なんか載れませんでしたから、もうそれがある意味当たり前の時代だったんですよ。本当に大変な、いわば私からすると本当冬の時代ですよね。今やっとね、問題部の下にこういう参考条文も挙げてくれて、ね、条文が多少抜けてもね、その条文を見ればね、掲載、参考条文を見れば、それ、ね、答案も書けるようになってますから。 だからあまり心配はしなくていいです。でもまたこれもね講義中で申し上げていきますけど問題文の下にこうやって参考条文上がるからといって条文の勉強を普段かから、ね、おろそににするような真似は絶対にしないい。でくださいどういうことかというとね普段からきちんと条文見ないでいて本試験の時にね本番の時にいきなり問題文の下の条文を見たって分かるわけないんですよ。ね、それじゃ当然2時間で 2, 2つの答案なんか書き上げられるわけがない。 だから普段からやっぱりさっきも言いましたけど条文集です、ね。今回皆さんのお手元に届いているこの民法条文集もやっぱまめに引いてほしいの。引いてほしい。でですね、普段からそうやって条文にもならし親しんで、また重要な条文についてはその条文の構造、構造ですね。これどんな内容なのか、どんな構造でこの条文を規定しているのか、そういうところまでしっかりと重要な条文についてはね、押さえておく必要があるんですよ。その上で本番の時にね、 その問題文の下に上がっている参考条文を見てあ確かこの条文はこういう構造だったよな、ね、こういう内容を規定しているこういう趣旨の条文だったよなある意味確認です公試験の時は確認するそれぐらいしとかなきゃダメなんですよそうじゃないと絶対に2時間連日の答案書き上げられませんいいですねだから普段から条文は慣れ親しんでやってください面倒くさくても条文書は引くっていうこと 基本的にはこの合格基礎テキストの中にね、だいたいね、条文は載っけてあるんだけど、やっぱり条文書を引くっていうこともね、ぜひ意識してやってください。中にはテキストに載ってない条文も出てきますから。いいですね。もうまめに条文書は引いてください、ね。で、ちょっと続けますよ。で、こんな感じで。で、条文ずーっと下まで行って、あと右のページの上まで続いてます。まあ、ある意味非常に親切ですね。非常に親切。で、ここから解答例ですね。これは私の方で作りました。ずーっとね、 続いてますけど、えっ、ー、とこれが。37。5ページまで続いてます。これでこうやって見るとあれ結構この回答分量多いなと思うかもしれないけど、実際回答用紙ですね。回答用紙に書くとそんな大した。あの量ではないです。あの2枚びっしりっこと補正はないです。多少あの余白できます。これはいわば一種の完全解。完全な回答として当然ね。これお示ししてますんで。だから当然もう満点近く。 つくであろうそういう答案ということで本当に隙のない論争になっているんでちょっとねあの分量多くなってますけどそれでもこれ二ページで回答用紙二ページ以内にはあの収まるような分量になってますねこれもね慣れていくとねそんな対してねあの大した量じゃないなとお分かりになりますから心配しなくていいですこのテキストで見るとねいやこんなに書くのって結構分量にねなんかちょっとこう気持ちが押されるかもしれないけど実際書いてみるとそんな大したことありませんのでねで戻りますよ。 一応こんな形でね事例です事例ねこれでまたね勉強進んだらね特にこのね371ページこのね端末のこの令和2年の1問目ちょこちょことご覧になってみてください本当に基本的な問題になってますから昔はね10年ぐらい前までは本当に難しかったんですよ条文も上がらない問題文ももっと長かったんですよ 今は、ね、参考条文も上がるでしかもこれ問題文の事例もこれ随分短くなってるんですよ。これで見るとね私これねちょっとスペースの関係で行間詰めてるんでね結構ねあの文字量多そうに見えるかもしれないけどこれ普通に読むとその大したねそんなにあの分量でもないんですよこれ。ねそういうこと。でもともかくこれ事例で出るよ。ねこれは当然知っておいてください。で戻ります。よいしょ。こちらね。 で次、今度2番目。で、民法全域からまんべんなく出るんじゃないよ。いわゆる財産法って言われている分野です。これ中身がね、さっきお湯てちょ、ちょこっとご覧いただきましたけど、一番最初の民法総則物件、担保物件。で、債権総論、債権各論。ここから中心にね、いわゆる財産法って言われる分野なんですけどね。これ、財産関係です。財産関係。ね。ここが、これが中心だよ。そういうことですね。で、 もう一つ、この後やりますけど、財産法以外にもね、いわゆる家族法って言われる分野、さっき上いでみましたね。こちら。ね。親族法、相続法。ね。これもあるんですけど、家族法、このね、いわゆる親族法、相続法からね、構成されるんですけど、こちらはあんまり出ません。ね。この財産法です。こちらの相続、物件、担保物件、債権総論、債権各論。ね。これを財産法って呼んでますけど、こちらがメインなんで。ね。だから、まんべんタック出るわけじゃないよ。 やっっぱりりかなり偏ってますでもうちょっと言うとねここに載っけてないんですけど財産法の中でもねこの出る内容出る分野ってかなり,かなりあの鑑定士のの民法の場合限られてるんですよだからねこれとにかくねこの合格基礎テキストのこの厚さを見てねこれ全部やんなきゃいけないのかなんてことは夢を思わないでください全くその必要ないですからさっきも言いましたけどメリハリつけてここは出るよここは飛ばしてねそんな形でやっていきますからいいですね で次、あと3番目。問題のレベルはまあ、高い。まあ、高いっててもね、最近本当に基本的な問題になってきてるんで、ね。これ。で、民法を苦手にする受験生は多く。これ本当です。多いです。やっぱり法律っていうね、そういうまあ特性もあるのかもしれませんけど、苦手にする方多いですね。こちら。で、論文合格者のね、答案のレベルも大したことないです。はっきり言って。はっきり言って。 で、これもね、ちょっと申し上げておきますと、やっぱり最近はね、あの、国庫省がね、まあ、短期合格者をね、まあ、出すっていうことをね、あの打ち出してますんで、ね、えっと、2015年頃でしたかね、あの、国庫省がホームページで、短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうタイトルで、あの、発表を行って以降ですね、あの、本当にね、論文の科目ですけど、特に民法なんかそうなんですけど、本当に基本的な問題、ね、出すように変わってきてる。で、加えて、 これもはっきり言いますけど、採点もずいぶん緩くなってるんですよ。緩い。従来であれば10年ぐらい前であればもっと厳しい点数がついたはずなのに、最近結構高得点ついてます。ね、これもちょっと知っておいてください。ね、で次、今度4番目。これさっきやりましたね。六分圧、あの6分の証点は認められてないんですよ。でも問題文の下に関連条文を今ね掲載してくれてるんで、条文についてあんまりね。 あの心配すすすする必要なないいいででででよそういうこここととね一応こんなところですいかがでしょう、ね、まあ初めてね勉強する方がねほとんどだと思うんでちょっとねあの不安な面も多いかと思いますけども心配しなくていいです勉強が進んでねあ民法ってこうやってやっていけばいいんだなってのが分かったら一気に力伸びてきますからですね心配はいりませんその代わりしっかりと毎回講義は聞いてください 私どん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 いろんな理屈もね喋ってきますからねぜひしっかりとついてきてくださいいいですねじゃあちょっとここで一息入れますはいそれでは第2ユニットに参りましょうではですねちょっと続けてこの合格基礎テキストを見てまいります今度右のページご覧くださいこの対策です対策ね、まあ特徴は分かったじゃあ具体的にね どうやった対策ねどういった対策をこれからね、講じていけばいいのかね。で、一応ここにも書いておいたんですけどもね、この、この米印のところですね。もしね、今後ですね、皆さんが講義をね、聞き進める過程で、勉強方法で悩んだら、ここをね、読んでほしいんですよ。この後の内容です。で、ちょっとページめくっていただきますとね、丸7までね、載っけてありますから、対策として。ぜひね、お読みになってみてください。ですね。 で、もちろん、ね、いや、もうちょっとね、あの、個別にいろいろ聞きたいんだときはね、あの、教えてチューターですね。あの、インターネットの質問制度の教えてチューター存分に使ってください。私もなる範囲で、あのね、お答えするようにしますんで。いいですね。でも、とにかく基本的にはね、ここをね、お読みになってみてください。いきますよ。で、まず、丸一ね、講義、ね、しっかり聞いてください。ね。で、法律は独特の思考を要するので、 独学になじまないって、これよく昔から言われるんですよ。これ。だから、あの、法学部ですね、大学で。法学部入った方ね、よくね、あの、先輩とか、あの、大学の先生からも言われてたと思うんですけど、あの、ちゃんと講義出なさいよ。あと、ゼミに入って、ね、ゼミに入って、その、考え方をね、あの、学びなさいよって言われてたと思うんですよ。昔から言われるんですよ。法律って。独学になじまないって。で,ですね。 で、また、テキストを自分で読んでよくわからなくても、講義を聞くとね、一発で理解できるところ結構少なくないんですよ。これは私自身もね、まあ、実体験であるんですよ。なんかよくわかんない。でもね、大学の講義でああ、そういうことか。もう一瞬で疑問がね、評価した教訓もね、少なくないんですよ。で、そこでと。まずは講義ですね。この合格基礎講座。ね。これをしっかりと一通りね、聞いてください。全18回。ですね。 で、さっきも言いましたけど、注意してほしいのがね、分からないところが出てきても、立ち止まらずにどんどん進めてください。ですね。で、これもさっきね、申し上げましたけど、これやっぱ法律ってね、全体が分かって初めて、そのね、一部分の本当の意味を分かるようにできてますから、有機的に下がってるんですよ。そういう方。ですね。で、次なんですよ。で、そしてと、講義ね、ここ、ここはね、合格基礎講座だけじゃなくて、今後のね、いろんな当連の解説講義なども含めた意味なんですけども、 一回だけでない、なく、複数回聞いてほしいです、これ。これは。いいですね。当連の解説講義も。実際、これね、論文で、ね、受かった形にね、聞くと、やっぱ複数回聞いてる方が多いんですよ。ね。で、もちろん、二回目以降はね、あの、倍速で構いません。1.3倍とか、ね。そういう、あの、倍速で聞いて全然構いませんので。 でも、やっぱね、複数回は聞いてほしい。実際論文受かつたちのね、多くの方が複数回聞いてます。で、な、なんでかというとね、これ民法ってやっぱり先ほどね、申し上げている通り、理解が要求されるんですよ、これ。で、やっぱ一回だけだとね、なんとなく分かった気にはなってもね、本当の理解までなかなかね、こう得られない。そういうことが多いんですね。これ、そういうこと。ですね。で、次、今度2番目。で、民法の勉強の対象は、条文と、 あと論点だよ。ね。これどういうことかというとね。これ条文。この後見ていきますけども、意義、趣旨、要件、そして効果の4つに分類できます。これそれぞれのまたね、この意味についてはまたそれぞれ、あの、テキスト中で見ていきますけど、一応ね、あ、条文ってこの4つに一応分解できるんだな。ちょっと軽く聞いてください。ですね。4つに分けられますよ。で、答案中でね、この条文を正確に使いこなせる。で、使いこなすというのは書けるように。 なるためにはこれら4つをしっかりと理解してやっぱり覚える必要あるわけですよで試験で重要な条文決して数多くないですよさっき言ってるようにねこれからもメリハリつけてねやっていきますけどもねこの試験で必要な条文の意義趣旨要件効果についてはねこのテキストに整理されてね載っけてありますんでぜひねこのテキストを使ってね押さえててほしいんですよこの4つね4つこの条文については意義趣旨要件効果ね で、あともう一つの論点。論点。これ、学生、学術上、争いのある点。これを論点って呼んでいます。まあ論争点。論争点って言ってもいい。これね。なんとか論争とか言いますね、これね。論争点の略でもあるんですよ、これ。ですね。論点って言います。ね。要するに、ある学者は、 ね、ある問題について、A 説、ね、主張して、こういうふうに考えるべきだ。で、それに対して、ね、別の大学のある学者は、いや、B 説ね、ね、いや、そうじゃない、こういうふうに考えるべきなんだ。そうやって、ね、これ学者の見解が対立しているところです。そういうね、論争。そういうの、論争って言うでしょ学者がね、意見を戦わせている。ね、こういうのを略して、論点って言います。論点。で、その論点を、実はね、まとめた教材が、 公家家民法なんですよで見ていただきますと155個の論点が載ってますよということでちょっとここでねちょっと甲賀家,家ご覧くださいで一応ねこれ一応投資番号ですねこれしょこれ一番ですね論点これ公賀家,家の3ページです公賀家,家の3ページねこれまず一番ね で、これ、94条2項ってね、また後でやりますけど、第三者の意味ってことで、これいわゆる論点です。これやっぱり、あの、争いがあるんですよ。ある先生は A 説、ある先生は B 説ってことで、ね、見解の対立があるんですね。で、ずっとめくっていていただきますと、最後が、よいしょ。こちら。155個。ね、共同不法行為って言われてるもの、まあこれ要件って言いますけど。 これ、いわゆる、あの、論点になってます。1十9番。ですね。こちら。だから、この公かけ民法ですね。公かけ民法がまさにこの論点のね、これ論点をこう整理した教材になってます。で、これね、ちょっと続きますよ。これなんですよ。本試験では、論文本試験では、この論点が中心に出るんですよ。出るの。で,ですね。すると、 次なんですよ。気をつけてほしいのが。どうしても、この鑑定士受験生のね、民法の勉強の大半は、この論点の学習にね、これやっぱ費やすことになります。当たり前だけど。これ当然なんですよ。だってこの論点、ね、この155個の中から出るわけですよ。本当に。ね。で、この勉強ですけども、理解して。で、論証を覚え、答案にかけるようにする。この勉強が中止になります。ね。これある意味、当然です。 これがだって論点中心、ね、本番で指定されるわけですから。でもね、次なんですよ。しかし、気をつけていただきたいのがね、この合格基礎テキストを使っての、さっきの上の、これ、意義中止要件効果ね、これ、の学習をおろそかにして、効果研民法だけを使って、論点中心の勉強をやっても、民法の本当の実力は絶対にここごしッくにしました。これ強調してますんで。 身につきません。いいですね。これは。ね。で、ちょっと次のページめくってみてください。で、詳しくは講義の中でお話ししますが、そもそもね、この論点、効果的には155個上がってますけど、この論点っていうのはね、いわゆる条文の不備。ね。あるいは条文の文言。これさっきやりましたね。この条文中の言葉。ね。規定する言葉。これ文言って言うんですよ。さっきやりましたね。が、不明確。 党の理由から実は生まれてくるものなんですよ。論点っていうのは。ね。だから条文がね、もう誰が読んでもすぐ意味がわかる。で、その条文を当てはめて結論が出るっていうんであれば、こんな論点なんてそもそも生まれてくるわけがないんですよ。そうでしょ条文を当てはめればもうすぐ終わりですから、法律は。ね。ところが、その条文がない。これが不備です。いわゆる条文の隙間っていう言い方をよく私するんだけど。あるいは、条文はあるんだけども、 その文言がはっきりしないんですよ。これどういう意味だろうこれが不明確ってこと。ね。これらの理由からこの論点が生まれてくるよってこと。いいですね。だから言い換えると論点っていうのは条文から派生するものなんですよ。こちら。いいですね。こちら。従って条文の意義趣旨要件効果の4つを無視して論点だけ勉強しても その論点の性格はあ、ごめんなさい、論点の性格の理解は得られないんですよ。だから、ちょっと遠回りかもしれませんけど、ね、効果けで論点だけをやるんじゃなくて、この合格基礎テキストを使って、この元になる条文の意義主義要件、効果、これをやっぱり勉強してほしいし、勉強するわけなんですよ。いいですね。これ。ですからね、 次ちょっと見てほしいんですけどですから論点だけでなくねもちろん論点が勉強の中心になるこれは絶対否定はしませんねでもやっぱり試験で重要な条文の意義主張件公開についても合わせてしっかりと勉強していってくださいこれが一つの大事な結論です、ね、結構ねあの民法も公開だけでやりますって方ね結構いらっしゃるんですよこれある意味まあ無理ない側面もあるんですねやっぱり受験生のね多くの方が鑑定士の場合あの有職者の方ですね いまだにやっぱりうちの受講生さんでも９割ぐらいなのかなやっぱりお仕事もうちの方なんですね受講生さんの中でねだからそうするとやっぱりどうしても時間が厳しいだからどうしてもやっぱり手っ取り早く民法はもう効果だけで終わりにしたいってそういうふうに考えなやっぱりね無理ない面もあるんだけどだけどやっぱそれはね良くないんですよ失敗しますやっぱり前提であるねその条文の意義趣旨要件効果これをしっかりと 抑えないと論点だけやってもね。十分な理解を得られないしね。やっぱそういう上滑りの勉強をやっても本当の力ってつかないんですよ。だから一見遠回りかもしれないけどね。その条文の意義趣旨要件効果のね。その知識、これ、この合格基礎講座の中でしっかりやりますからね。もちろん論点もやりますよ。もちろん論点もやりますけど、やっぱりベースになるね。条文の意義趣旨要件効果。これがやっぱりしっかりしないと次の論点の理解も深まりませんから、ぜひこれはね。 しっかりと、あの、意義趣旨要権効果をやるっていうこともね、あの、ご自分の中で、しっかりと意識持っていってください。くれぐれもね、効果家だけでやって、手っ取り早く勉強終わらせようなんて考えないでください。それやると失敗しますから。いいですね。で、次。で、今度3番目。で、合格基礎テキストと効果家。じゃあ、これ両者どんな関係なんだよ。ね、それを次の丸さんで、えー、乗っけました。で、いきますよ。これも大事なとこなんでね。で、まずは、まずですよ。 合格基礎構図では基本的にこの合格基礎テキストを用いて、試験で重要な、ね、何回も、ちょっとね、ちょっとしつこいですけど、この条文の意義趣旨要件、効果の4つと、あと論点の一部。ね、さっきも言いましたけど、できるだけこの講義の中でもね、効果形を使ってね、あの論点についてご説明してきますけど、なかなかね、全部ってわけいきません。時間のね、関係ありますんで。だから、やっぱどうしても一部、ね、を学習しますと。ね、なかなかね、全部ってわけいかないですよ。 よしですね。こちら。で、合格基礎テキスト中の重要な箇所はね、講義中に指摘していくので、ね、そこだけをね、押さえて、また覚えていかれれば OK です。で、次に、次なんですよ。ね、まず合格基礎講座で合格基礎テキストを使って、ね、意義主証券効果とあと論点の一部、これをやっていきますから。で、次に、この全18回の合格基礎講座を聞き終えたら、いいですか、そこで得た、ね、知識とか理解を元に、 今度はご自分でこのこうかけです,ですけどもちょっと見ていただきたいのがねこれ各論点のよいしょタイトルの右横ですねまあ一番の方がいいかな一番ちょっとまた開けますねちょっとこちらねこちら見ていただきますと 重要度が表示してあります。これ。重要度 A。で、これね、ずっと見てていただくと出てくるんですけども、ちょっと戻りますね、これね。重要度 A と、あと一番もっと重要なのがあって、WA です。WA。これね、見てていただくとね、4段階で表示してあるんですよ。こうかけです。各論点の重要度をね、一番重要なのがこの WA、A2 つ。で、2番目が、 今最初に見ていただいた一番目の論点のね、A1 個。シングル A って私呼んでますけど。ですね。ダブル A とシングル A。この2種類。で、さらには今度、3番目に重要、ま、重要って言いますかね。3番目が B。で、一番重要度が低いのが C ってことで。一応アルファベット4段階でこれ表示してあります。重要度です。ダブル A が1番。シングル A が2番。B が3番。で、C が4番ってこと。 で、一応ここにもね、書いておきましたけど、皆さんにおかれましては、ダブル A とシングル A の2種類だけでいいです。勉強すんのは。B と C、これ数は少ないです。少ないです。あの、結構ね、最近あの、ね、民法の,あの改正の関係でね、私大改定、あの、したんですけども、その時にね、あの、できるだけこの B と C は、あの、削りましたんでね、あの、数は本当少ないです。ね。したがって、ね、まあ、大した数はないですけど、一応ね、B と C は基本的に飛ばしていいです。 飛ばすってのはやんなくていいってこと。ですね。とにかくダブル A とシングル A。これは絶対に答案で書けるように、このこう書け。やっぱり勉強しててほしいんですよ。いいですね。で、B と C はね、何回も言いますけど、数は少ない。ね。で、飛ばしちゃっていいです。中にはね、結構 B とか C までね、あの、やって、で、教えてチューターでね、質問を送ってこられる方も時々いらっしゃるんですけど、私は基本的に一応ね、回答した上で、こここういう意味ですよ。回答した上で、やんなくていいですよって、そういうふうに申し上げてますんで。 ぜひ皆ささんの方でも、ね、そういういいにあの心得てくださいあの B とか C はねやっぱ重要度が低い要するに出る可能性が低いねで加えて加えてね仮に出てもほとんどの受験生が書けないような論点ばっかなんですよもうこれ分かってるんですよ私の方でもこの論点はみんな出たらね出たらみんな書けるし書かなきゃいけない逆にこの論点は出る可能性低いし出ても書けないようなもう今までのいろんなデータで分かってるんですよそういうこと でこの鑑定士の試験ですけど担当もそうだけど論文も結局相対評価じゃないですか絶対評価じゃないですよね例えば全員がねあの要するに7割以上取らないと受かんないよ、ね、そういういわゆる絶対評価の試験じゃなくてあくまでもねある程度その合格者数が決まっててその中で一層争う試験でしょこういうのを相対評価っていうじゃないですかねだから結局相対評価だから担当も論文もだから仮に自分がその論点 かけてなくても、他の人がもっとかけてなければ、別に合否に影響しないわけですよ。そうでしょうで、そういうのを B とか C にしてます。B ランク、C ランクにしてますから。そういうこと。ですね。もうこれ、今までのね、もう受験指導のいろんなね、あの、経験とかデータで分かっているんですよ。かけません。本当にね、B とか C になるとね、皆さんかけないですね。受かった方でも。もちろんですよ。受かった方でもかけません。もう再現答案とかいろんなんで、も私み私見て確認してますから。 いいですねだからとにかくこれ押さえるべきは WA とシングル A、ね、これを本試験までにね論文本試験までに書けるようにしていくってこといいですねで続けますよで「高書き民法ね」ねこれを読みながら各論点の論証を理解し暗記これ2つね2つ先ほどらいねずっと申し上げてますけどくれぐれも暗記に走らないでくださいね 暗記だけでは書けませんから、合格とは書けるようになりません。ですね。前提の理解がいるよってこと。ですね。こちら。で、で、降格民法の使用方法についてはね、降格民法中のね、該当箇所をご覧くださいってことで、これもちょっとね、触れときますね。またちょっとね、ちょっとごめんなさい。ちょっと行ったり来たりで恐縮なんですけども、ちょっと降格権の、よいしょ。こちらね。 ちょっと,ちょっと小さくしますよちょっと表紙めくっていただいてで端がいこんならねまたどっかで読んどけば OK ですちょっとめくってくださいこれ上がってますねこちら3ページです、ね、左にこの本書の特徴注意点および使用方法って書いてありますこれ必ず読んでくださいいいですねここにもね今お話ししたことと同じような内容をねあげてありますからダブル A とシングル A だけでいいよですねでちょっと右のページいきます これポポイントですポインントトでですまた後でね具体的にその論点ねそれぞれの論点勉強する過程でもまたねご説明してまいりますけども各ねこの甲けのってる各論点中のねこの論証ですね論証論証なんですけども問題提起って呼ばれる部分とあとちょっと消えてますねあと結論理由ですね結論理由。 この3箇所です。3箇所。ね。これをぜひね、しっかりと勉強して、押さえていってほしいんですよ。抑えるっていうのは、理解して暗記するってこと。この3箇所を実は、答案で使うんですよ。これね。でね、ちょっとこれ、この私、ちょっと吹き出しのデータに載っけたんで、ちょっとこの左側のね、この内容が消えちゃってるんで、ちょっとね、具体的にさっきの1番でいきましょうかね。 見てください一番ですね。これ、シング例です。当然これやんな,い押さなきゃいけないんでしょこれね。で、これまあ上にね、この事例が上がってます。やっぱ本,本番が事例だから当然ね、この効掛けの各論点のね、あの、論証勉強する時もこの事例で載っけてあります。で、図が書いてあって。これ、この図は絶対じゃないです。これ一応私の方で作ったものなんで、もちろんちょっと分かりにくかったらご自分でね、この余白等を使ってね、あの、書き込んでいただいて全然構いませんから。 ただ、これもね、やっぱ、あの、一回目なんで申し上げておきますと、図は必ず書く癖をつけてください。事例を読んで、図を書く。全く同じやりしょもありません。だって図は別に提出しませんからね。<laughs> 提出するのはこのね、これ下のこの論証ですよ。で、答案用紙に書いて、これを提出するわけで図まで書きませんから、ね。だから図はご自分が分かるもんでいいんですよ。 で、図は必ず書く癖をつけてください。またこの後ね、講義の中でもね、再三申し上げますけど。なんでかというと、やっぱ登場人物結構、これ、ここの事例でいくと ABC3 人出てますよね。で、図を書かないと A が誰で B が誰で、そして C が誰か分かんなくなっちゃうんですよ。混乱しちゃう場合があるんですよ。だから、このね、事例のね、この事実関係を正確に抑えるためにも、把握するためにも、やっぱ図はね、絶対書く癖をつけてください。 仮にね、私の場合でいくとね、たとえ A と B の二重しか出ない場合であってもね、私は図を書きます。例えば、これ、A が誰なのか、例えば売り主なのか、あるいは B が誰なのか、買い主なのかとかね、こういうのも私図で書く癖をつけているんですよ。そういうこと。ね。とにかく問題文のね、この事実関係を正確に押さえるためには図を書くっていうこと。これ意識してください,い,いですね。で、あとちょっと下行きますよ。ここね、ちょっと左側見てほしいんですよ。で、 もうちょっとお教え方がいいかな。こちらね。で、ここ見ていただきますと、問題定規、規範定律、当てはめ。ね。これ、大事な、このキーワードです。もう覚えちゃってください。ある意味、たった今、覚えてほしい。それぐらいの勢いです、これ。問題定規、規範定律、当てはめ。これを、三段論法って呼んでます。ちょっと書きます。ここね。 3つね問題提起1番鑑定率2番当てはめ3番この3つ3段になってるでしょ3段の構成これをちょっとスペースが狭いですけど3段3つの段ね論法です論法お聞きしますよ これです。これも、たった今覚えちゃってください。三段論法って言います。三段。これ段ね。論法って言います。で、答案をね、特にこの論点です。論点って言われてる。ここでは、いわゆる九十四条二項の、この改革第三者の意味。これが論点なんですけど、ね。これを論証するときは、まず、問題提起です。これ。九十四条二項の第三者の意味が問題となる。いでしょ これを問題定義って呼んでます。問題定義。ね。自分でこうやって問題定義まず書くんですよ。ですね。これ、どんな意味であろうかでもいいですよ。九条条日光の改革第三者の意味はどういう、ね、意味であろうか。ね。これでもいいです。ただ一応、ここではね、ちょっと硬い言葉で意味が問題になると。大体これがね、一般的な問題定義の表現ですね。意味が問題になるとか、こういう、ちょっと硬い言葉で。ね。これをまず問題定義って言います。で、それについての結論なんですよ。 結論部分。あと理由なんですよ。これね。で、ちょっと見てくださいね。この点94条2項の改革第三者とは、ね。で、ちょっとこれ、途中飛ばします。このゴシックのとこ。これが結論です。結論。ね。こう、虚偽表示のから始まって、その下、至ったもの。このゴシックになっているとこ。これは結論です。ね。を言うものと返すると。これ結論でしょ結論。でしょで、さらになぜなら。これが理由です。理由。いいですね。 で、この時に、これ道場この趣旨。この趣旨に遡って、この理由付けを書くっていうのが基本的な法律の考え方なんですよ。あとこれもこの時、その時やりますから。いいですね。ともかく、今度、2番目のここね。これ、規範定律っていうんですけども、今ご覧いただいたように、この規範定律の箇所は、結論と理由。これね。この点から、この至ったものを言うと解する。 これ結論でしょあと、なぜなら、これなぜなら、か当然理由ですよ、これ。いいでしょね、この上産業が、この規範定率中の結論。で、下産業が、同じく、この規範定率中の理由です。 で、この三段論法の二番目は規範定律って言います。規範っていうのは、これ、読んで字のことして、まあ、いわば、もうこれ、一種のルールみたいなもんですよ。一種のルールみたいなもの。で、規範だから、当然これは、抽象的に書かなきゃいけないんですよ。いいですね。またこの後、講義なんかでお話しできます。ですね。だからここで具体名書いちゃいけないんですよ。A とか B とか C とか。規範定律は抽象的に書く。規範だから。 一種のルールだから。ね。これ民法の条文見ても A さんとか B さんとか C さんとか出てきません。なんで、条文はやっぱ規範だから。ね。規範ってのは抽象的に書くっていうのが鉄則なんですよ。例外ありません。いいですね。だからまたね、その時詳しくやりますけど、この三段論法の二番目、これ規範定律って言って、ね。規範なんで、抽象的に、この虚偽表示の当事者とか、ね。理解関係有数に至ったものとか、第三者とか、 この第三者って実を言うと、上で言うとこの C を指してるんですよ。でも C とていうふうに書いちゃいけないんですよ。ここは規範定律だから、規範だから、抽象的に、ここは第三者っていう、こういう言葉で書く。ね。またその時やりますから。で、ともかくね、この2番目のこの規範定律は結論と理由に分解できるよ。ですね。これは。で、最後、三段論法の当てはめです。これは、この規範定律で立てた、ね、この規範である結論を、 上のさっきの事例に、問題提起に、これに当てはめるんですよ。だから当てはめって言います。当然当てはめだから、ここは具体的な名前、A とか C とか出さなきゃいけない。そういうこと。ね。また後でお読みになってみてください。ね。ともかく、この論証をね、この各論点の論証の論証各論点の論証にあたっては、三段論法を踏むっていうこと。 で、その三段論法は、問題定義、規範定律、当てはめの三つから成り立っている、ね。で、ポイントは、この二番目の規範定律です。何回も言うけど、規範なんで、抽象的な表現で書く。A とか B とか C とか、具体名は書いちゃいけない。ね、で、この規範定律は、結論と理由から構成されている。 ね。だから言い換えると規範定律は結論と理由に分解できるよ。そういうこと。で、最後は当てはめる。ね。これは、この問題提起のところに、この規範を当てはめて結論を出す。そういうこと。ね。で、戻りますよ。こちら、さっきのポイント戻ってください。だから、ここ。いかがでしょう。効果器を使う際のポイント。今、まあ、やりましたね。まず、問題提起この三段論法の一つ目の問題提起 で、結論と理由。これは、今お話しましたけど、これ、規範定律を指しています。書きますよ。ここは、2番目です。規範、定律。ですね。三段論法の一番最初、問題提、定起で、2番目が規範定律。で、規範定律は、この結論と理由に分解できた。で、この3箇所を、ぜひね、 これから皆さんがこの交換機、ご自分でね、ご自分でやっていかれるときは、この3箇所をね、マーカーで色分けしてほしいんですよ。結局さっきも言いましたけど、答案中で使うのこの3箇所だけなんですよ。3箇所だけ。で、あれさっき三段論法で当てはめって先生言ったよね。戻りますよ。さっきの一番。そうです。当てはめ。ここは覚える箇所じゃないんですよ。なんでかというと、これね、結局当てはめっていうのは、上のこの事例に、この、 規範定理して立てた規範この結論を当てはめるわけでしょ。だから、この最後の当てはめの最終的な結論っていうのはね、この事例が変われば、当然、この当てはめも変わるわけじゃないですか。で、当然、本番と同じ事例なわけないですよね。本試験と同じ事例なわけじゃない。もちろん、似てような事例の場合も多いですよ。だけど、全く同じなわけじゃない。だから、最後の当てはめ、ここは覚える箇所じゃないんですよ。 何回も言いますけど、事例が変われば、最後の結論である当てはめも変わるからです。えですね。それに対して、この問題提起と、この規範定律の結論でいうこれは、事例が変わっても、変わらないんですよ。特にこの問題提起の最後、94条2項の改革の第三者の意味が問題になる。これは、事例が変わったって、ね。例えば、もうちょっと複雑な事例であったとしても、やっぱりこの問題提起、この表現は変わらない。 で、しかも、二番目の規範定律。これは何回も言いますけど、規範だから当然、これも変わらないんですよ。そういうこと。いいですね。だから、とにかくご自分でね、この効果形を使って勉強し,していかれるときはね、この三箇所、問題提起と規範定律中の結論と理由。この三箇所はマーカーで色分けして、で、当然理解をし、暗記していってください。これが、勉強の柱になります。で、おそらくは、 この合格基礎講座、聞き終えた後は、皆さんの民法の勉強の柱は、この効果権の攻略に、ほとんど尽きると思ってください。いいですね。攻略。攻略っていうのは、各論点の論証を理解して、暗記して、答案に書けるようにするっていうこと。これです。いいですね。ほとんど、おそらくね、合格基礎講座終わった後はね、当然、ね、あの、当連、各種当連も入ってきます。実際にね、制限時間ね、答案書いたりとか。 そういうのも入ってきますけどもやっぱりね、当連というのはアウトプットでしょう。インプットしてなかったらアウトプットできないじゃないですかだからどこまで行ってもねこの合格基礎講座が聞き終わった後は皆さんの勉強に柱になるのは間違いなくこの効果系によるインプットですよ理解して暗記するこれが柱になりますからね。であとねここ一応の一応これ具体例ですじゃあこのマーカーの色これ何色がいいの もうそれはもう皆さんお任せします。<laughs> 一応私はね、これ例ですよ。これ3つとも、一応のね、例ですけど、私は問題提起はまあ、ピンク。ピンクですね。で、あと、結論はまあ、緑。で、理由の箇所は青。で、一応基本的に私これを進めてます。あの、黄色はちょっと反射して目が疲れちゃうんですね。で、ちょっと時間が経つとちょっとね、色がくすんだりとかするんで。だから私は基本的にこの3つが一番、座りはいいかなと思ってます。ですね。これ。ね。しっかりと。ね。 この3箇所意識ししててて勉強いてってください、ね、で、あともう一箇所。このね、論章の下にコメント欄っていうのは設けてあります。で、これね、私のね、これね、結構いろんなね、この、なんていうんですかね、今までの受験指導の中でね、皆さんからいただいたご質問ですね。教えてチューターによる質問をもとより、生講義で皆さんから頂戴したご質問等ですね。これを踏まえて、このコメント、結構書いてることが多いんですよ。 ですから、必ずやプラスになりますから、読んでください。ここ読まない方意外と多いんですよ、コメント。もう上のこの論章だけ理解して覚えればいいだろうって感じで、ここしか読まない方意外と少なくないんですけど、読んでください。必ずプラスになるから。結構皆さんのね、あの、かゆいところに手が届くようなね、内容になってるはずですから。いいですね、コメントもセットで、上の論章とセットで読んでください。ですね。で、あと、このコメントの下にね、 この条文もね、あの、関連条文も上げてあります。この論章中で出てくる条文、できるだけね、下のね、この条文のところにも上げてあるんで。ね、これどういうことかっていうと、やっぱりね、あの、お仕事をお持ちの方やっぱ多いんですね。うちのレックの受講生さんの場合。ですから、当然べ、電車の中でも私は勉強してほしいんですよ。その時にいちいちね、別に、この降下曲と別に、六方ね、条文集を出して、電車の中で読むってやっぱ大変じゃないですか。 だから皆さんの勉強の勉強考えて、このね、条文も乗っけてるんですよ。そういうこと。ですね。だからこの条文を合わせて確認してってください。ね。法律の勉強、どこまで行っても条文がベースになりますんで。一応こんなとこです。ですね。今ざっと、ね、降格を使うポイントをお話しました。ね。これ本当に大事なところなんでね、ぜひね、これ、意識して、ね。やっていってくださいね。やっぱ勉強ってね、方法論大事です。 あの方法論だけやって中身やんない人もいますけどそれ論外だけどあのやっぱ方法論しっかり確立しないとね合格が北海道にあるのにねあの九州行きのねあの電車乗っちゃったら合格できませんよね結局そういうことなんですよね合格が北海道にあるんであれば北海道行きの電車に乗ってくださいあるいは中には飛行機乗ってねジェット機に乗ってもすぐね 到着したしてしままうのはそうそいいい短期合格者もいらっしゃいますけどでも合格の歩みっていうのは私は人それぞれでいいと思ってます皆さんそれぞれいろんなね状況も違いますからでも絶対忘れちゃいけないのは合格が北海道にあるんであればやっぱり北海道行きのね列車鈍行、まあ、でもいいじゃないですかあるいは、ね、ジェット機の方もいらっしゃるかもしれんけどとにかく北海道行きのそういう乗り物に乗ってくださいいいですねまさにそれが、ね、方法論ってことですね 特に効果圏についたこの3点。これ間違えるとね、本当に勉強の効率悪くなりますから、いいですね。これはしっかりとね、意識してやってってください。あと、この効果圏についた左のページですね。こちらについても私いろいろね、載っけてありますんで、必ずどっかのタイミングでね、ご自分で目を通してみてください。よしですね。随便ロール喋ってます。こちら。で、ちょっと戻ります。合格を来たときですよね。よいしょ。 で、なりますよ。これぐらいで見えますかね。よいしょ。まあ、効果形についていろいろお話しててます。ですね。こちら。で、これね、該当箇所。こ,こですよね、こっからちょっと話が広がりましたけど。<laughs> いいですね。で、そしてと。で、最終的には、効果形に掲載されている論点の論書を答案に書けるようにしてください。と。でね、ちょっと厳しいことを申し上げますけども、結局、答案に書けるようになるまでが勉強ですよ、ということ。 これは、あの、くれぐれも忘れないでください。ね。どんなに、仮にね、この後、あの、それぞれの条文とか、あるいは論点についてね、深い理解を得たとしても、答案にね、制限時間、当然あるでしょ制限時間内で、答案にかけなかったら無価値ですから。ゼロですよ。もっと言うとマイナスです。時間の無駄ってこと。これはぜひね、あの、意識してください。ですね。で、あと、ちょっと続きますよ。で、以上まとめると、結論です。ずいぶん長くなりましたけど、 ね。最初は入門用として、この合格基礎テキストを使ってください。ですね。で、その後は、全18回の講義、聞きをけ後は、降格民法が中心になりますけど、ね。これを使って、中心に使って、合格基礎テキストはあくまで、知識の確認用、ね。まあ、言い換えると参考書として使ってってください。ね。だから最初に使って、その後は、ね、参考書として、あの、降格使いながら、あれ、ここの条文どういうね、趣旨だったっけ ね、どういう要件効果だったっけそういうのを確認する参考書として使っていっていただければ OK です。で、あと、丸四ですね。無駄な勉強。これはやんないでください。さっき上でもやりましたけど。結局書けなかったら無価値です。論文試験。いいですね。結局ね、書面審査ですから。どんなに深い理解でも書けなかったら無価値ですよ。もっと言うとマイナスですから。ね、これは気をつけてください。ね。 だから、これもね、ちょっとごしくしましたけど、勉強してるときにね、今勉強してる内容を東和にどうやって書くのか、どのように書くのか、これを意識してる方、やっぱりね、合格早いですね。やっぱり無駄な勉強してないからです。そうじゃなくて、ただ万全とね、あの、効果の論証をね、読んでるだけの人ってなかなか受からないですね。で、次、この5番目。これもね、大事なポイントです。ちょっとこれはね、極端なね、あの、言い方であるんだけど、9割が理解。 で、1割が暗記。これ、若干ちょっとね、誇張しすぎてる面はあるけども、これ、言わんとする趣旨はね、とにかく暗記に走んないでね。やっぱり、理解が前提だよってこと。当たり前ですけど、暗記は絶対必要なんですよ。さっきのこう書けだって、やっぱり論書は覚えなかったら書けませんから。そういうこと。ね、ただ、くれぐれもね、あの、暗記に走らないでね。ね、今回これ申し上げてます。よしですね。これ、本当にね、法律学ってね、あの、高度な論理学なんで、 学習するときは常にね、なぜとか、どうして、まあ、考えてほしいですね。これは。とにかく理由なんですよ。ね。これもね、冒頭から申し上げてますけど、結論だけじゃ足りないよ。理由です。理由。ですね。でね、その理由を考える癖がつくと、法律の理解って飛躍的に吸いますから。ですね。するとね、皆さん信じられないかもしれないですけど、暗記する分量が劇的に減るんですよ。効率って、理解すると。 理解すると結構スッスッとね、知識も入ってくるんですよ。ですね。で、もちろんこの民法のね、暗記するね、この項目自体、内容自体、決して少なくないですよ。結構、かなりの分量ありますよ。だけど、理解に裏打ちされると、理解しやすく忘れにくくなるよ。これは知っておいてください。だから、ちょっとね、誇張してる面はあるけど、やっぱり9割は理解。1割暗記。ね、そういうこと。で、あと6番目、高得点は狙わないってこと。いいですね。 これね、民法でね、本当に高得点狙おうと思ったらね、まあ、処方試験だとか、あるいはま、公認会計して民法を選択したりとか、あるいは公務員試験でね、あの、あの、法律のね、あの、勉強したりとか、よほどそういうね、専門的な勉強をしないとなかなか難しいんですよ。これは。いいですね。これ。従って、高いレベル、ね、じゃなくて、低い、まあ、ちょっと、ちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、まあ、ある意味、低いレベルですね、での競争になりますんで。 ね、ただね、そうは言っても、ここ最近やっぱり、ね、さっきも言いましたけど、結構採点緩いですね。採点緩い。ね。これも知っておいてください。ね。ただ、これとにかく高得点狙わなくていいよ。これはちょっと知っておいてください。そう思うと少し気持ちは楽になるでしょう。私はぜひ皆さんにそういう、あの、気持ちでやってほしいんですよ。高得点狙わなきゃ。あれも覚えなきゃ。これも理解しなきゃ。じゃなくて。いいですね。これは。ね。で、一応ね、多くの受験生が書けるような基本論点。 これはもうこう科技でいくとダブル A とシングル A なんですよ。この2種類レベルについてしっかり準備しておけば OK だよっていうこと。でそれ以外さっきも言いましたね B とか C が仮に出てもほとんどの受験生書か,かない書けないんで差がつかないんで心配いりませんよっていうことですね。であとねこれまたねこれと特に当連の時またお話し,します。あの形式面、念案ですこれ。ね。軽視しないでね。でどういうことかっていうと法律ね民法法律でしょ。独特の表現があります。 ね、この後出てきます。ね。だから、最初ちょっとね、とっつきにくいって思うのは無理ないんですよ。で、また、独特の答案の書き方っていうのがあるんですよ。法律特有の答案の書き方ってあります。またこれ、答連の時にお話します。いいですね。で、ところがと、ところがなんですよ。答連等で皆さん答案採点してると、本当にね、自分勝手な表現使ったり、自分勝手な答案の書き方ですね。少なくないんですよ。本当に。で、しかし、それでは、 本試験合意にいれば合意に従いじゃないですけどもやっぱりね法律には法律のねやっぱり独特の表現とか書き方があるんですよ答案の。だからそういう形式面もおろそかにしないでくださいねっていうことです。以上です。随、ね、分耳の痛いこともね書いてあるかと思いますけど是非今ね私が読んできたこの7項目で7項目は勉強を進めてるね進める過程でまたちょっと悩んだらめくってみてください。 でその度に軌道修正してさっき言ったようにね合格が北海道にあるんだからねとにかくあの北海道に向かっているかどうか勉強しながらも日々ねご自分のその軌道修正やっぱりやっていく必要がありますからねこれはぜひね気をつけてくださいじゃちょっとね休憩入ります10分間お休みくださいはいそれでは後半の第三ユニットに参りましょう で、でこの後ですね、いよいよテキストをですねあの中身入っていきますけどその前にちょっとさっきのねこうかけですねちょっとご覧いただきたいんですけどもこちらさっきねこの使う際のポイントってことでねご説明しましたちょっと私の方でこの色分けをしましたんでねこんな感じです。ピピンンク、ク、問題定ががが、で、定中の結論が緑、理由が こんな感じですね序文条2項の税の第三者として保護されるためには向かしてあることが、えー、と必要かが問題となるこれ問題提起でしょ、まあ、ここピンクとねで結論です単なる税であれば足りるよ向かしてある必要はないよこれが結論なんですよで理由理由はねこれなぜならってことでねで一応このからまで一応マークしました別に全部ビート塗ってもいいですよであるまで塗ってもいいですよ、ね、一応理由がこんな形でとにかくね皆さんが答案でね お使いになるのはこの3箇所なんですよ。問題提起、あと結論と理由。だから当然勉強の柱もこの3箇所になるよってことで。ですね。ぜひこれをね、意識してこの後ね、やっていきましょう。じゃあですね、合格基礎テキスト、もう一回ちょっとね、開けてください。もうどんどんまた私喋ってきますからね。あの、メモしちゃってくださいね。ですね。じゃあ、いきます。で、合格基礎テキストの、えっ、ー、と、1ページですね。 げてくださいいここちら、ね、民法の考え方っていうとうですねここよいしょいきましょうです、ね、で一応ね本書で学習することをちょっとこう見ていうとこ見てだきたいんですけど、ね、ここでは、ね、本論、ね、具体的な中身に入る前にまず民法の全体構造とかあと考え方、ね、について学習していくっていうことで,でそもそも民法ってどんな法律かってことなんですけども。 一応全体像がね、こういう構造になってるんですよ。これでまず相続でその後財産法と家族法に大きく二分できて、でちょっと右から言っちゃいますと家族法っていうのはね、このあの夫婦とか親子とかね、そういう家庭内ですね、家庭内こういうのを親族って呼んでますけどね。あともう一個は親が亡くなって相続人である子供が相続をしたとかね。まあ、これもある意味家庭内ですよね。 だから、家族法って呼んでるんですね。家族法。で、これもさっき申し上げましたけど、基本的に家族法はほとんど出ません。出ません。出るのこっちです。財産法。ただ、この家族法中のね、このちょっと財産法に絡む論点がいくつかあるんですよ。それが出る場合はあります。でも、家族法の内容として出るっていうのはむしろ財産法のね、一内容として出るんで。だから、あんまり心配しなくていいです。 ね、その、被る論点。この家族法と財産法が被る論点があるんですよ、いくつか。あの、効果記にも載っけてありますけど、それは、ね、この財産法の中でやりますから。だから心配しなくていいです。その意味では、もう家族法は基本的にも、ね、もうあんまり、その、深入りする必要ありません。ね。とにかく、財産法。財産法。で、この財産法ですけども、ね、これ、大きくやっぱりこの2つに分類できるんですよ。物件っていう権利と、債権っていう権利。 共にこれ権利です。だからねお尻に権,権利の権という字がつくでしょ。物権、ね。これこの後見ていきますけど、物に対する権利です。これを物権と言います。で、それに対して債権。これは人に対する権利です。債権と言います。ね物権はこれね、ある意味読んで字のことしかなって感じですね。物権、物に対する権利。で、右の債権。これ人に対する権利なんですけども、ちょっと大きくしますよ。 こちら。ですね。こちら。人弁じゃないですか。だから人なんですよ。人。ね。人に対する権利。これを再建って言います。これは覚えてきます。またこの後出てきますから。物件再建。ね。で、これ、正確な定義もね、この後、まあ、ちょっと後ろの方になりますけど、出てくるんで、またその時やりますから。とりあえず、現時点では、物件ときたら、物に対する権利。再建ときたら、人に対する権利。 ね、この、これだけちょっとざっくり頭入れといてください。結局法律ってね、特にこれ民法なんですけど、ものと人に分けるんですよ。この世の中のね、あの、まあ、事象って言ったらいいのかな。まあ、事柄、ね、については、ものと人に分解して、あの、考察していくんですよ。ね。だから、もの、人、ね。で、あと、この物件についてはね、まず1個目の黒ポーチ、物件総論っていう内容が来て、で、その下に続いて今度、物件格論っていう、これ格論なんで、 具体的なね、この物件の種類が出てきます。それがここに上がっています。専有権、所有権、あと養液物件ね、これまた具体的に地上権とか栄久作権とかあるんですけどもね、あと担保物件、これも留置権とか抵当権とか具体的にあるんですけど、一応ね、それぞれこのね、ちょっと総称した言葉ですけども、一応ね、この物件各論中に出てきます。要するにね、具体的な物件と思ってくださいね。これ物に対する権利どんな種類があるの？ ねこれが物件格論中で規定してます。占有権、所有権。あと、溶益物件、田んぼ物件。ね。またいろんな具体的なね、名前はその時出てきますから。ね。で、あと、この右側の債権いきます。これもやっぱりね、最初に債権総論って言われてる内容が条文中で規定されてるんですよ。で、左もそうでしょ。とにかくね、民法ってね、最、最初になんか総論あるいは総則的な内容が来て、次に格論。 具体的な内容が来るっていうそういうねあの構成で条文が規定されてるんですねこれもねあの条文集とか使ってねあの見ていくとだんだん気,あの気がつくんですよでこれ再建もいきますとまず最初に総論的なだから総論っていうのは格論のね共通項をまとめたのを総論っていうんですよ格論はとにかく具体的な内容でしょねこの具体的なものに共通するもの共通項を総論って言ってその共通項を ね、総論これでまとめてのっけてるこれは総論って呼んでます,です、ね、だからこの物件総論もまたねその時やりますけども具体的な占有権とか所有権とか地上権とかあるいは定当権とかそういう具体的な物件の共通項をこの総論で勉強しますさっきの177条だとかやつですねそういうこと、ね、ちょっとこれもねあ,あそうなんだって感じで聞いとけばいいです、ね、で身の債権もそうですやっぱり先に総論 共通項をまとめる総論論が来てその後に再建各論っていうで、これもね、再建格論の中身なんですけど、一応ね、またいきなりこの契約総論って言って、これはね、契約に共通する内容が総論として来るんですよ。ね、またその時やります。ちょっと軽く聞いとけばいいです、ここは。で、その後、やっと契約格論ってことで具体的な契約が出てきます。あの、民法中はね、これ13種類の契約が規定されてるんですよ。 典型契約って言ってまたその時ありますけどもこの契約格論で出てきます贈与とか売買とか賃貸借とか受け負いとかね、そういう具体的な契約が契約格論中で出てきますね。であと事務管理不通り得不法行為って言ってこれいわゆる意思に基づかない制度なんですよ契約とかはこれ意思に基づくんですねこのこの後詳しく見ていきますけど そうじゃない,いわば民法の、まあ、裏の側面って言ってもいいんですけども意思に基づかなないでで権利義務がが発生すするるよような場面があるんですよそういうのを事務管理不当利得不法行為、ね、この3つこれが規定してるんですねこれは。ね、で事務管理についてはこれはも気にしなくていいです試験で出ませんあと不当利得不法行為についてもほとんど直接ねここについてあの突っ込んで聞いてくることはありませんので。 だから、本当にね、事務管理不当利とか不法行についてはね、あの概略だけ抑えれば OK なんで、ね。だから心配する必要はありません。ね。だから本当にね、出るとこと出ないとこって、この官邸市民法本当にはっきりしてるんですよ。出るとこはしつこく聞く。出ないとこは本当に出ないんですよ。ね。だからそういうところは私の方でしっかりとね、あの、線引きしてお伝えしてきますんで、そこは押さえていってください。ね。一応こんなところです。これがまあ民法の遺書。全体像。 で、一応ね、民法の学習に際してはね、一応この図をね、まあ、ちょっと意識してみてください。今自分が勉強してるのどの辺かなということで、これ。ねで、ちょっとね、条文集見ましょうかね。こちら、ちょっと条文集開けてください。よいしょ。で、最初に目字が上がってますよね。こちら、見てください。うわー、ちょっと字がちっちゃいですね。ごめんなさい。私も何回も見えなかったんですけど、こちら、よいしょ。 で,す、ね、で今は合格基礎テキストの図でねご説明した順番でこの条文これ規定してるんですよ。まあ逆に言うと、ね、この順番に従ってあの、ね、さっきの合格基礎テキストの図も作ってあるんですけどまず相続って言われてる分野ですねこれあの1条からずっとこう続いていくんですよこんな感じでで今度第2編で物件ねでやっぱりこの「大書の相続」って書いてまこれがいわゆるさっきの物件相論を指してます。さっききのテキスト中出てきた物件論って ね、いろんな具体的な物件の共通項をまとめたやつですね一応条文中はね相続って書いてあますけどこれがいわゆるさっきのあの物件総論ですねこれは指してます「物件総論」って、ね、であとずっとからね物件の具体的な種類がずらずらと出てきますねこれ物件各論で「占有権」あと「所有権」第2章が占有権第3章が所有権であとよいしょ 今度第4章、地上権で、第5章、英語作権。第6章、地域権ね。これまでがさっきの、あの、いわゆる、溶液物件ってやつですね。溶液物件。これです。溶液物件。ね。地上権とか、英語作権とか、こういうのをやるんですよ。ね。とりあえず軽く聞いててくださいね。別に今、一個一個、あの、覚える必要全くありませんからね。ああ、こういうなんか、構造になってんだなそれで OK です。で、あと続いて、今度、地域権が終わると、今度、粒子権ここから担保物件に入っていきますね。 留置権先取り特権。あとちょっと次のページですね。よいしょ。あと七権定等権これ全部担保物件です。それがここですね。この図でいくと最後。物件のお尻です。担保物件。ここになります。留置権とか定等権とかですね。で次。で今度終わると今度第3編が今度は債権です。債権だからこのテキストでいくと、よいしょ。 今度右側に行くわけですね物件が終わって今度は再建ってことでこちらのまず第一章相続これがいわゆるさっき言ったやっぱり再建相論なんですよで条文上は相続っていうふうに表現してますけどこれいわゆる再建相論っていわれる部分ですねこのやっぱり共通項をまとめてるですこれです再建相論っていうことでねでこれ結構分量あります ここ債権論ですね一応「相続」っていうふうに規定してますけど、ね、やっぱりこあの民法改正でかなりねいろんな影響を受けてますんでねでずっと行ってこの第6節ですねここ債権の消滅、ね、ここまではね一応債権総論の,あの重要な内容になってきますねあと一応第7節で有価証券についても規定してるんですけど、まあ、ここはもうほとんど試験で問われることはありませんので全然気にしなくていいです。ね、したがって 次は第二章ってことで、これが今度、再建格論に入っていくんですね。ここから、第二章の契約ってこと、ここですね。ここからが今度、このテキストでいうところの、よいしょ、この債再建格論に入ってきます。だから再建その結構ね、今見ていただいたように、これ結構条文数あるんですよ。でもあるけど、やっぱりここも出るところと出ないところはかなりはっきり分かれるんですね。で、この後、再建格論ですね。ここに入ってきます。それが次の第二章の契約ってころ で、次の第2章の契約の第1節総則これがさっきの契約総論です。契約に共通のね、あの内容をまとめたやつを契約総論って言うんですよって言いました。それが次のこれです。契約総論ですね。で、これが終わると、いよいよ契約格論ってことで、さっきもね、申しましたけど、具体的な契約の種類がずらずら十三13種類出てきます。で、行きますと、まあ、ここまでずっとね、契約総論ですね。で、ビのページ行ってください。で、ここまで、第5巻まで。 ちなみにこの第5巻の約款ってあるんですねこれ、約款ってありますねこれ,ねこれこの例の民法改正で、ね、追加されたところですけど鑑定士の民法ではこれ禁止する必要はありませんのでね、こんな約款ですね、こちらについては。ね、であと、えー、と次の第2節、ここからいよいよ契約格論です、具体的な契約の種類が、えー、とずらずらと出てきます、贈与売買。 ね、で交換消費対策使用対策賃対策雇用請負委任・帰宅組合終身定期金そして和解ここまでが契約です契約各論です具体的な処理最後の和解契これは和解っていうのは契約ですよでよく裁判所和解するとかいいでしょ、ね、あれ契約ですよお互いが歩み寄ってねこう終わりにするってことですねで最後この第3章から第5章まで事務管理不当利得・不法行為これさっきねもうこれはもうこのまんまですね最後 再建、閣論の最後のね。いわゆる意思に基づかない制度ですよって申し上げましたけど。この三つ。ね。ただ、ここはもうあんまりね、直接、あの、踏み込んで聞いてくることはありませんので、あんまり心配する必要ありません。ね。で、ここまでが、いわゆる、財産法なんですよ。財産法。で、この後、今度右に行きます。今度、家族法です。ちょっと見てください。で、まず第4、第四編親族。ね。これが、この家族法の、まず最初の親族法。なります。これ。ですね。 これ家庭内親子とか夫婦とかですね婚姻とかね結婚するの婚姻って言いますね逆にこれ離婚とかねそういうの出てきますんででずっと言っていただいてねこの辺はもうさっきも言いましたけど家族法からね直接は聞いてきませんのでで次裏のページめくってくださいで今度最後第5編これが相続です相続ねでこれがまたテキストでいくとよいしょこちら 家族法の今度後半部分って言ってもいい相続です、ね、でここも直接ここから聞いてくることはありませんのでねだからあんまり心配する必要はありませんってことですねこちらですねこれでちょっとこちらもう一回テキストの方をズーム戻りますけどそうするとなんとなくこれイメージ持てましたかねもうとにかくこの条文ですね最初に相続が来て、ね、次にこの財産法のね一内容である物件が来てで物件終わると債権が来てこれで一応財産法終わり 続いて今度後半の家族法が来て親族が規定されててで終わりに相続法が規定されてるこんな条文構造で,構造ですね。でこの相続っていうのはねこれまた後で見ていきますけど意思表示とかね代理とか時効とかねこの図からお分かりだと思うんですけどこれ両者に共通する共通項なんですよ。ですねこれは。だから家族法にもやっぱりこれ当てはまるんですよ。 ただこれ修正されたりとかするんですけども何回も言いますけどとにかくね家族法から直接聞いてくることはありませんのでねだからこの相続についてはとにかくね勉強する内容意思表示とか代理とか事項とにかく財産法でね使えますんでとにかく家族法の方はあまりこれ相続ねこれは気にしなくて OK です。ですね。 ね、総論とかあるいは総則とかいう形で規定してその後具体的な内容を定めるってうこういうね条文構造ですねこういうのパンデクテンっていうんですよパンデクテンシステムって言い方するんですけどねこんなの覚えなくていいですよ、ね、と,とにかく総論各論総論各論ねこんなねちょっとこう複合的なこういう規定の仕方をを、ね、条文でしてるんですね、まあ、ちょっと変わった定め方ですね民法ってねじゃあ一応こんなところですでちょっと改めてねこの後テキストをしっかり見ていきたいと思いますですね で、こちら。で、一応、即中のコメントですけどね、こちらね、これも何回申し上げてますけど、家族法はあまり気にしなくていいですよ、とかです。もう財産法がメインですからね、ですね。で、あと、この下のコメントですけど、これもすでにね、もう前のページでね、お話してますんで、ね、こういう具体的な事例、ね、こういうね、いわゆる市民間ですね、A とか B のこういう市民間ってのは、こういうね、あの、法的なトラブルについてね、民法がね、あの、解決するんですよ、ね、これもお話し,しました。 で、ちょっと本文いきます。ちょっとね、ちょっと硬い言葉出てくるけど、ちょっと辛抱してください。ここで詩人っていう言葉が出てきてます。ですね。ちょっと軽く頭入れといてください。詩人って言葉ですね。こちら。ちょっと指示つけます。アンダーラインだけね。詩人。で、これはね、これ一般市民です。私たちのようなね、一般市民です。詩人って言い方します。これ法律用語です。ですね。 でちょっと見ておきますと国地方公共団体等以外ですだから国とか都道府県とか市町村とかねそういう公的な機関ね以外をいわゆる「詩人」って呼んでますいいですねで民法は基本的に「詩人」でちょっと飛ばしてと詩人との横の関係を扱う法律これを「司法」って呼んでますこれもちょっと一回頭通しておいてください 私の方。ね。とにかく、こういう詩人っていうのは私たちのような一般市民です。で、一般市民である詩人と詩人との横の関係を扱う法律を司法って呼んでます。これ、民法以外にもあります。これ、ここですね。商法とか労働法とか。ね。これ、基本的にこれ国とか顔出さないでしょ。地方公共団体顔出さないでしょ。あくまでも私たち市民。ね。あるいはまあ、法人ですね。 会社とかもネタを出す場合ありますけども、いわゆるこういう横の関係っていうふうに言うんですよ。学者がで、こういう横の関係扱う法律を司法って一般的に呼んでます。で、これね、これだけ読んでも絶対意味わからないと思うんで、裏の図をご覧ください。こちらですね。で、これはね、もう伝統的にもうずっと昔からよく学者がね、この公法とか司法というね。 この言葉を説明すするるときよよく、ね、用いる図なんですよこれは本当に私が大学入った時にあ,のある方学の本にもやっぱこんな感じの図が上がってたんですねこれこれ伝統的ででこれまず上にねこういう国地方公共団体との公的機関を持ってくるんですよで下に私たちというのは詩人一般市民を持ってくるでこういう縦の関係これです縦 こういう国とか地方公共団体との公的機関と私たち詩人との縦の関係を起立する法律を公法って呼んでます。公の法。それに対して、さっきの前に出てきましたけど、横。ね。主人と詩人。例えば A さんと B さん。あるいは私と受講生の皆さん。こういう詩人とのね、主人と詩人とのこれ、横の関係って言い方をするんですよ。対等でしょ私たちは。まあ別に国と対等じゃないって意味じゃないんだけど。 ね、一応説明の便宜として、ね、やっぱりまず国があって、それに対して私たち主人は縦の関係という形で説明するんですよ。で、主人同士は横の関係。で、横の関係を起立する法律を司法、私の方って言って、ね、民法とか商法とか労働法とか他にもいろいろありますけど、こういうのを総称して司法って呼んでます。で、民法はもう司法のね、もう一種類です、これは。横の関係。ね、これは。 これ一番最初ね大学の法学部とか入るといわゆる法学っていう講義でよくねこういうの勉強するんですねでちょっと前のページ戻りますよこれ詩人あと司法ねこの言葉でちょっと上からもう一回読んでいきます民法は基本的に詩人国司法公共団体等以外のいわゆる一般市民と詩人との横の関係を扱う法律司法というのを一般法司法の一般法って言い方します特別法が 商法とか労働法なんですね。まあ、これは軽く見とけばいいです。これ、一般法の、これ、法律である民法よりも、商法とか労働法が優先的に適用されます。それがこの一般法と特別法の関係です。ね、特別だから優先して、ね、同じような、あの、事例の場合、商法が適用されたり、労働法が適用されたりするんですね、これ。だから民法で、さっきもね、あの、契約格論で見たんですけど、雇用、雇用っていうのがあるんですね。こちら。 さっき条文でちょこっとね皆さんにお見ていただいたんですけどちょっとこちらの,、ね、あの画面の方を見てください開けなくていいです条文書まで開けなくていいですからこちらこれ第8節雇用これ雇用契約ですただこれ民法で一応ねご覧のように規定はしてるんだけどこれほとんどこれ労働法でで修正されてるんですよだから今のご覧いただいた民法の規定はほとんど適用がないって言われてるんですねそういうことそれがこの一般法と特別法との関係ってこと これ特別法が優先的に適用されます。だからねこれ詩人同士の雇用に関しては民法ほとんど適用ないんですよ。一般法である適用ね民法適用なくて特別法である労働法がほとんどの場面で規定してますこれ。ちょっと軽く頭入れとけばいいです。ああそういうことか。だからこれ司法って横の関係その中でもこの一般法と特別法というふうに細かく分類するんですよ。学者ってこういう分類大好きなんですね。でちょっと続けます。で あるとで、逆に、国、地方、公共団体等と、私人との盾の関係。これを、さっきもやりましたけど、広報って言います。広報、公の法。で、例としては、憲法とか、あるいは刑法です。ね。殺人罪を犯した。警察飛んできますよね。で、警察に逮捕されますよね。これ、刑法で規定している。あるいは、手続きに関した刑事訴訟法っていう法律で規定している。これですよ。ね。警察はこっちでしょ国、あるいは地方、公共団体でしょと、私たちの指示 ね。だから、刑法っていう法律は、まさにこの広報の一種類なんですよ。だけど、民法は司法で、ね。私人と私人との関係だから、国とか地方公共団体。ね。例えば警察は顔出さないんですよ。そういうこと。あくまでも私たち私人だけです。いいですね。それが司法なんですよ。ね。こういう公的機関。ね。簡単に言うと警察ですよ。警察は顔出さない。顔出すのは、これ、広報ですよ。ね。今みたいな、 刑法ですね刑法は広報ですから警察が顔を出す、ね、A さんが何か罪を犯せば殺人罪を犯せば逮捕するそういうことですねいいですねで戻りますよこの辺ざっと聞いとけばいいですよ答案で使うわけじゃないですからね一応。で最後民法は平等で対等な一般指名を念頭において規定されているよだから横の関係対等だから横の関係立つじゃないんですよいいですねこちらでまた戻りますこちら だこういう公的感出てくるとこういう縦の関係ってことです、ね。でもこれはね、まあ今でもまあ通用するんですかね、これね。縦ってやっぱこれ伝統的な、ろにこれ戦前なんかはね、もう国が圧倒的にね、権限持ってて、私たち国民はね、それに従属するような関係だったんで、まあこういう縦っていうのがね、まあ戦前はぴったりだったのかもしれないけど、今はどうなんですかね、一応ね。ね。でも一応まあこういうふうに一般的に学者説明しているよ。ね。これで一応ちょっと軽く頭入れといてください。司法だよ。司法だよ。 横の関係。対等だよ。対等だよ。警察は出てこないよ。そういうこと。いいですね。ちょっと軽く頭入れといてください。ね。一応、そういうことです。これ。今お話しした内容、速中のね、コメント欄なんかに載っけてあるんで、これもね、復習の時、ざっと読んどいてくださいね。あ、あと、それからこれも申し上げておきますと、基本的に復習ですね。復習にしかあ力を入れてください。予習はいいです、基本的に。 ね、この収録講義あのご覧になる場合は予習は、ね、あの別に必要ありませんあの復習に力を入れてください。でその時に特に特にですね私があのこの講義の中であの説明した箇所、ね、もちろんあのアンダーライン引いたり書き込んだりしたところは当然ですけどもあの書き込みとかアンダーライン引かなくてもね私が説明した箇所についてはもう一回復習の時に読み返すようにしてみてくださいで。私が講義中で全く触れなかったところ 特にここは飛ばしていいよってところは完全に飛ばしていいです。飛ばしていい。で、そうじゃないところですね。私が書き込みをしたり、ね、アンダーライン引かない、引かないで、かつ、あの、飛ばしていいよって言わなかったところに関しては、余力があったら読んでみてください。ね。本当に言うと、できればね、こう、一回ザーッと通して読んでいただきたいんですよ。でもなかなか皆さんそこまでの時間ね、当然ね、なかなかないと思いますんで。ね。ですから、基本は私がね、書き込んだり、 ね、あのアンダーライン引いたりあるいは説明した箇所を中心に読み返せばいいです、ね、でその復習はしっかりやってください、ね、復習やんないで次どん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 、ね、あの回数だけねあの聞き進めていくっていうのはねあの関心しませんやっぱりさっきも言いましたけどやっぱある程度その一方でねちょっとまた、ね、さっきも言いましたけどちょっと逆説的な言い方だけどちょっと気持ち早め早めにどん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 聞き進めてほしいんですね。でも本当 なんかもう確認もしないでね復習もしないでどん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 聞き進めていってもねかえってどん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 分かんなくなっていく一方だと思いますんでね一応この講義で扱った内容に関しては読み返す、ね、復習の時に読み返すってしてみてくださいでもし余力があればね私は書き込みとかアンダーラインとか引かなくてであの読み飛ばしてくださいねって言わなかったところまでちょっとね広げて読んでいただくとなんていうのかなこう理解は さらに深ままるかなと思いますね、うん、やっぱりねある程度ねこう周辺部分までねこれ予備知識かもしれないけど周辺部分まで抑えた上でその、まあ、本丸っていうんですかね絶対試験で押さなきゃいけないところに行く方が結果として理解深まると私は思うんですよ自分の実体験からねただ皆さんやっぱりなかなか時間ないと思うんで。 一応最小限のね、内容としては私が何回も言いますけど、ね、書き込んだ、アンダーライン引いた、あるいは説明をした。ところは絶対読み返してください。ですね。もうね、本当大事ですからね、復讐ね。もう復讐命ですから。で、あと、ここですねここ。この図の下ですけど、これはもうさっきほどらずっと申し上げてますんでね、これは復讐の時一回ざっとメ通してみてください。いいですね。ここ私、今触れましたからね、読んどいてね、って言いましたからね。 だから一応ざっと読んでってください。もう全部お話ししてます、ね。で、あと、ちょっと次の段落ですね。ちょっとここは見ておきますけども、財産法は物件と債権。ね。という財産関係の権利を対象とするものであり、物件とはものに対する権利。で、債権とは人に対する権利だよ。ですね。これはもうさっきね、前のページでもね、お話しました。 とりあえずね、これ実を言うと正確な定義じゃないんですよ。正確なね、定義じゃないけども、一応ここではね、とりあえず、これは覚えておいてください。また正確な定義は後ろの方でやりますから。ね、これ、大事ですよ。この定義も大事なんですよ。物に対する権利。人に対する権利。ね、とりあえずは、ね、これ、これで十分ですから。でもこの定義も本当は大事なんですよ。ね、この後の内容を理解していく上でね、一応覚えておいてください。あと下ね、またこれはね、 ご自分で復習の時にざっと目を通してみてください。いろんな内容ですね。これね。こんな、さっきね、条文でもね、ご覧いただきました。一回ちょっと目を通してみてください。ですね。あと、即中のコメントですね。こちらもさっきお話しましたね。これね。こんな形で。ね。相論,論、格論、相論、格論。ね。こういう順番でね、声、規定してるんですよ。お話しました。で、一応今度ですね。あと、今度右のページです。で、こっから、またね、 大事な内容に入ってきます。3ページです。合格基礎テキストの3ページです。民法の体系。2番ね。2番。民法の体系。こっからまたさらにね、大事な内容に入ってきますんで、その前にちょっと一息入れます。はい。それでは最後の第4ユニットに参ります。では改めてこちら3ページですね。よい帯番号2番ご覧ください。これ民法の体系ってことなんですけど、これはね、 いわゆるこれ、レック、うちでこれ勝手につけた造語なんですけど、レック体系なんですよ <laughs>。これは。ね。これ、民法ってやっぱりね、条文が多い。ね。千条以上ありますからね。千個以上あるんですよ、条文が。ね。だけど、もちろん試験でね、出る条文限られてますけども、そのね、膨大なね、あの分量を誇る民法。実は、こういうふうにね、ざっくりと整理できるんだよって。 これ実はレックで作ったね、これ図なんですよ。だからまあ、レック体系っていうことなんですけどね。一応まあ、民法の体系のところでちょっとね、一回皆さんね、あの、これ考えてみてほしいんですね。で、まず、ちょっとお聞きしますよ。こちら。左側が A さんです。ちょっと名前ちっちゃいんですけど。で、向かって右が B さんね。で、試験の主体って書いてありますけど、 これあんまりね、答案で使えませんのでね、これそんなに気にする必要ないんですけど、ちょっと下見てください。ここ。この、えっ、ー、と、1、2、3、4行目かな上から、この図の下の4行目かなそれとともに私権、試験ね。これ民法のような、司法上の権利。これを試験って呼んでます。だから、物件とか債権とか、あと当然所有権とか、地上権とか、ね。あれ全部試験です。試験ね。だからまあ、ね、司法上の権利。これを略して試験って呼んでます。 でとにかく、この試験の主体。いいですね。これ、左は A さん。右が B さん。ね。あんまり、この試験って言葉はそんなにこだわる必要はないです。これ正確なね、ちょっと言葉なんですけど、あんまりね、あの、心配、あの、気にする必要はないです。とにかく、主体。ね。権利の主体と思ってください。こっちもそう。権利の主体。ね。で、真ん中が逆なんですよ。試験の客体。もう、これはもう反対概念になって皆さんわかりますよね。主体の反対が客体。 客体の反対がしたいこれもねやっぱり民法でよく使う実を言うと説明概念なんですよ。とにかく民法ってねあの論理学ですであの。いろんな事象を論理的に言葉で説明する、まあ、学問って言っていいのかな法律って。とにかく理屈っぽいの法律って。ね、このあと見てきますけどあの本当に普段私たちが日常生活で何気なく行っているようなことはね例えばコンビニに行って例えばレジにポンと例えばあの ペットボトルの、まあ、お茶にしましょうかねペットボトルのお茶を置くするとね持ってった例えばお客さんである私は買いますなんてことを言わないでしょでそれに対してねそのレジに立ってるお兄さんもね売りますなんて言わないじゃないですかただ黙ってその私が置いたペットボトルのねバーコードをスキャンしていくらですって言ってで袋入れますか入れませんかいくらですでそれでねじゃあい入りませんって言ってお金かかるんでビニールいりませんって言ってで手でも握ってもちろんお金貼ってですよで見せてる これで基本的にいわゆる売買契約って終わるわけですよ。そうでしょう。だけど、この後見ていくんですけど、ね、この何気ない、本当に普段私たちが日常生活の中でもう全然ね、あの、深く意味、あの意識しないで行っているこの売買契約も、売る、買うっていうね、いわゆる、この後やりますけど、意思表示っていうもので説明するんですよ。買うよって意思表示。私がレジにね、そのペットボトルを持ってって、ね、 黙っておくこれが実は買ううよっていう意思表示逆にそのレジのお兄さんが黙ってバーコードをスキャンするこれが売るよっていう意思表示なんですよ。そうやって民法って細かく論理的に何気ないあの私たちの、ね、日常生活の事柄辞書って言ってもいいんだけどこれを説明するんですよ。でその時にこの主体とか客体とかねこういう言葉で細かく分解して説明することがあるんですよ。 だから、ここもこういう言葉使ってますけど。そういうこと。だけど、この言葉自体はね、そんなにね、あの、答案中では使わないから、主体とか客体とか。ね。ただ、説明概念として見てください。ね。あくまでも、ね、主権の主体として A さんと B さんがいるね。で、この客体として、この、土地付き建物があるね。そんな風に見ればいいです。ね。これ、一応説明概念です。主体とか客体とか。 やっぱり法律特有の、ね、説明概念ですでいろんな事柄を説明するときに使うんですねこういうのね。でいきますよさっきねお話し,しましたけど例えばこの土地付き建物、ね、これ A さんが所有してると思ってくださいちょっと書きますよ。所有これはっきりと所有権って書きます。この後このの言葉もう 限りなく使えますから。いいですね。所有権です。所有権。ちょっと書き込んどいてください、ここ。ね。これ A さんが持ってます。一応ね、土地付き建物と思って。土地付き建物。両方とも A さんが所有権という、これ物件です。物件。物に対する権利。やりましたね。やりましたね。で、ちょっと下降りてって、これですよ、所有権。規定してますよ。民法206条から264条まで。 いいっぱいジョブあります所有権で,す、ね、で、すねこれはまたその時詳しくありますけど、でもこの所有権はね、まあ法律用語ではあるけど、その一方で結構日常用語化もしてますよね。自分が所有してますとか、いませんかね。ね。もうちょっと言うと、これ自分の持ち物ですって言い方しますよね。それがまさに所有ってことですよ。所有してる私のものですよ。ね。それがまず、ね。まさにこれ所有ってことでしょ。で、それをね。 あの民法は所有あるいは所有とかあるいは所有権って言葉で説明するんですよ。ですね。だからこれそんなにね、違和感はないかなと思うんですね。一応この言葉を覚えておいてください。ね。これ所有権。物に対する権利である物件の一種類です。物件の一種類。他にも当然ね、いろんな物件ありましたね。地上権、エッグ作権とか。ね。この中の一種類です。ですね。所有権。で、戻りますよ。で、A が、この土地付き建物を所有してます。ですね。 こちらで B がこれね欲しいなと思ったんですよあの土地付きの建物欲しいないいないい物件なら物件ね物件ってのはあのこっちの件じゃないですからねここ物件こちらの物件ねこっちの物件ねですねこれ物の,のね物件こっちの件です ですね。欲しいなと思ったで B が買うよって A に言ったんですよ買いたいなでそれに対して A がいいよ売ってあげるよ、ね、買うと売るさっきもお話し,しましたけどこういうねものを意思表示って言いますですねこれ覚えちゃってください意思表示です買うよって意思表示 売るよいいよ売ってあげるよ意思表示ですねこれですでこの2つの意思表示が合致をするとこれいわゆる売買契約が成立するよこれなんですよいかがでしょうさっき私がねあのコンビニのねあのレ,ジレジに持ってってね黙っておくのがこれが買うよっていう意思表示ですよ で、それに対してレジのお兄さんが黙ってバーコードをスキャンする。これが売るよっていう生児ですよって言った。ね。こうやって法律は一個一個の行為を分解して説明するんですよ。いいですね。これ。いいですね。で、また後でやりますけど、このね、契約。契約。ね。これはも売買です。これはもう皆さんね、多くの方が、ね、これは売買ってのはもう日,日常用語化してるんで分かると思うんだけど、これ契約って言って、 二つの意思表示の合致で整理します。合致なんですよ。売るよ、買うよ。いいですね。こちら。で、それが側中に上がってます。見てください。これ、大事なとこです。いきますよ。ここは時間かけます。こう、コメント欄ね。右の図で、A の売るという意思表示と B の買うよという意思表示が合致すると、売買契約が成立しますと。と ですね、これ条文で規定してます。これ五百二十二条一項で規定してます。ちょっと条文集を開けてください。五百二十。これ二条ですね。こちら。見てください。条文集五十五ページです。条文集五十五ページをご覧になってください。これ条文で、ね、これ改正民法で。新たにこのね、条文を受けてますんで。 で、522条です。で、タイトルが契約の成立と方式。で、これ1項です。これね、これ2って書いたのがこれ2項です。ちょっとお聞きしますよ。これもね、またね、法律のね、言葉として覚えていってほしいんですね。また、この後、また数えきれなくら出てきます。これ2項って言います。2項。この3要数字です。3要数字。 であれじゃあこれ上のこれこれ1個でしょなんで1って書いてないのこれは表記しない決まりなんですよ条文でねだからこれ2っていう数字見たらねこれが2個だな、ね、これ分かるでしょそしたらじゃあ上はこれ1個だなというふうに理解してください他の条文全部そうです下もそうねこれ1個の1ってのは表記しない決まりらしいんですよ、ね、これあの六方全書見てもそうです全部そうです、ね、これも覚えてってくださいでちょっと1個からいきますよ で何人も。これ、ね、誰であってもってことね。誰であっても、法令に特別な定めがある場合除き。ね。要するに、例外を除きってことね。例外を除いて原則として、原則として、契約をするかどうかを自由に決定することができる。ね。これ、この後やります。これ、契約自由の原則って言います。これ、この後やります。ですね。こちら。ですね。で、次、今度。 で、契約の当事者は法令制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。ね。これさっきの、ね、あの、土地付き建物ですよ。ね。これ、B が買いたいな。で、A が、いや、売ってあげるよ。あれ当事者が自由にできるよってこと。ですね。で、次なんですよこ。ここ、ここ本題ね。さっきのテキスト戻りますよ。で、522条。これ、成立の方式ね。で、1項です。契約は契約の内容を示して、その締結を申し入れる意思表示。これを申し込みって言います。申し込み。 ちょっと知りつけますよ。に対して、相手方が、これ、承諾って言うんですよ。これを一応覚えていってください。ね。契約は、申し込みと承諾。ね。これ、ガッチって言葉は書いてないけど、ね。意味はガッチなんですよ。ね。申し込みに対し、相手方が承諾をした。ね。申し込みと承諾のガッチによって、成立するよ、っいうこと。 今上から見てきましたけど、これね、ぜひこの辺の条文、521条から。ね。これ、新たに今回、あの、民法改正によってね、共にこれ、あの、明文化されてるんですよ。条文化されてるんですね。この辺は。ね。これ、以前なかったんですけどね。これね。この辺、ぜひ気をつけて。ね。条文。ね。さっきのね、こっちもそうですからね。これも2項ですからね。これね。これ、契約するかどうか自由に決定できるよ。ね。これですね。本当にね、なんか、まあ、 民法という法律です、ね、これ、あの、できて120年ね、たって、大改正が今回行われて、やっとなんかこういうのが真正面からこう規定されたのかってことで、なんかちょっとこう、感慨深いものがあるんですけどね、まあともかくね、ちょっと、まあそのちょっと置いといて、とにかくね、これ、申し込みと承諾、これ522条です。いいですね。で、も戻りますよ。の、1項ね、1項、こちら、いいですね。 で、ちょっと続けます。テキストの方をお戻りくださいね。で、ここで意思表示とは、ここね、ちょっとアンドレイ弾きますよ。権利変動。権利の発生移転消滅という法律効果を発生させようという意思。これ、内心的公開意思っていうんですけど、これを外部に示す行為を言いますってことで、ここはね、覚えます。 あたね、聞きました。これは覚えちゃってください。これは時間かけていいです。で、またこの後ね、今ここだけで覚えてもね、すぐ忘れちゃうんで、この後いろんなね、この意思表示に関する規定見てきます。心理流法とか、虚偽表示とか。その時またね、この辺のね、定義をね、あの、見返してほしいんですよ。そうすると、あの、理解が深まるから。今ここだけで見てもなかなかね、あの、しっかり理解するってなかなか難しい。で、これもね、今回冒頭でから申し上げてますけど、やっぱりね、ここだけ見てもダメなんですよ。 他ののの箇箇所所を見てて初めてこ一理解があの、ね、深まりまりすからでもとりあえずはそうは言ってもねやっぱりここで全く触れておかないといわけはいかないんで見ていきますよ。で意思表示とはこれ権利変動です。で権利変動変動する変動するね。発生生まれて移転移って消滅消える。こういうのを総称して3つね発生移転消滅総称して権利変動というふうに学者が言うんですよ。いいですね。 権利が発生、移転、消滅。権利変動って言います。という法律効果。これもまた後でやります。法律効果って。このまま出てきます。を発生させようという意思。これを内心的公開意って言うんですけど、この意思を外部に示す行為です。これを意思表示って言います。意思表示。これ、意思表示って、まあ、半分ちょっと日常用語で、まあ、使う場合もあるのかな。どうですかね。 でもこれはもうバリバリ、実を言うと法律用語ですね。だからこれ文字だけ見ると意思をまあ表示する。ね。なんか意思を外部に表明するんだろうなとっていうのは読めると思うんですよ。ね。ただ、正確に言うと単なる意思じゃないんですよ。この権利変動をね、これ、させよう。ね。権利変動を生じさせようっていう意思。これを外部に示す行為なんですね。で、ちょっと続きます。売り主 A の売るという意思表示は家の所有権。これね。これね。 さっき言ったでしょ発生移転。これ移転ですよ。ね。移転。これ権利でしょ使用という意思を外部に示す行為ですよね。だからこれ、売る。これ意思表示なんですよ。でも、すさらにもう一個続けて。で、今度逆に、飼い主 B の買うよという意思表示これは家の所有権。これもともと A が持ってるでしょこれを売り主 A から取得する。やっぱりこれも権利ヒットじゃないですか。 これ,はでしょこれ移転ですよあるいは発生って言ってもいい B のもで、まあ、発生よりかこっちの方かな移転かな、ね、これでしょという意思を外部に示す行為ですということですよこれ。なんとなくわかります。なんとなくでいいですここ今は今は、ね。またこのあとのね石表示の制度を勉強する過程でこの意義ですねこの定義、ね、この本当のこのねあの意味があの分かっていきますから。 いいですね。これ、これが法律なんですよ。いいですね。で、次。で、今度、もしね、続けて、もし、AB 間に蒸気のような意思表示がないのに、これ、例えばですよ。ちょっと事例変わりますよ。ここ、バイバイでしょ。ちょっとこれ、事例変えてね。ちょっと事例変えます頭切り替えてくださいね。もし、AB 間に蒸気のような意思表示がないのに、B が勝手に A の家、これですよ。この土地付き建物、これ A が所有してるわけでしょ。 これ、ここは、売買という事例だけど、もしね、そうじゃなくて、この B が、なんかいいなと思って、勝手にここに、う、ね、これ、住んじゃった。住み着いちゃった。こんな場合イメージしてみて、移り住んじゃった。場合には、当然、AB 間に売買契約は整理しません。これいいですよね。まず、売買契約整理しななぜどうしてだって意思表示ないもん。A に売るよっていう症状がなければ、逆にか B に買うよっていう症状もない。この意思表示が合致して、 これ、売買約成立するんですよってさっきやりましたね。522条1項で。やりましたよね。だけどこれ、意思表示ないですよ、全然ね。これね。だから売買約が成立せず。これいいでしょで、代わりにと。代わりに、B には、不法行為が成立したんですよ。ここ。不法行為って言います。不法行為。これは、ある意味読んで字のことしです。不法ってのは違法ってこと。違法な行為です。違法な行為。ちなみにね、 皆さん、違法な行為って聞くと、どんなあの場面っていうか事例、あの思いつきますどんなケース違法行為、違法な行為。まあ、簡単に言うと、殺人ですよ。ね。人を刺しちゃった。ね。あるいは人を殴った。暴行ですね。暴行。あるいは人のものを盗んだ。窃盗ですね。あるいは脅して、ね。他人のものを取った。これ、強盗って言います。ね。こういうの、ね。違法な行為で。 でこれは基本的に刑法ですね。刑法、ね。刑法っていう法律で規定してるんですよ。ね、興味あったらどっかであの本屋さんでちょっと立ち読みしてみてください。ね、あの法律の,あの書籍コーナー行くと、まあ、民法の大体隣すぐ隣に大体刑法の本が並んでます。大、ね、体あります、刑法。で、それ見ると出てくるんですよ。殺人罪とか、ね、暴行罪とか、ね、あとそのさっきの言んですけど窃盗罪とか、ね、罪名で出てきます。 警報では、警報ってこれで、ね、もちろん皆さん知っていると思うんだけど、一応これね。さっきも出ましたよね。警報ってこれね。警の法って、これね。警報。これさっきやりましたね。これは広報ですよ。さっきやりましたけど。ここ。ね。警察と私たち指示との盾の関係だから。だから、広報ってこと。さっきやりましたね。広報ね。で、警報で今お話したように、全部罪名が出てくるんですよ。 殺人罪とかね暴行罪とか強盗罪とか窃盗罪とか罪名出てきますだけど民法では罪名出てきません全部不法行為って言葉で総称するんですよこれ覚えておいてくださいいいですね一切罪名出てきません全部不法行為って言いますでちょっと一回見ておきますとこのテキストのね後ろの方で出てきます不法行為ってちょっと開けてみてください355ページです よいしょ。こちら。本当最後の方です、これ。三 <laughs> 百五355ページ。ね。帯番号2-1。不法行為って上がってます。こちら。で、ちょっとこれ一回ね。ちょっと条文見ときます。また、あ、これね。この後、いろんな機会に見ますんでね。790はちょっと気をつけておいてください。さっきもね、不法行為はね。まあ、直接は出ませんよって言いましたけど。ただ、この条文はね、結構使う場面がありますから。これね。 これ、不法行為って他にもいろんな条文を規定してますけど、一番最初に来る、このトップの条文が790です。これは何回も、ちょっと一応目は通すようにしていってください。ね、で、行為、または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということで。行為ってのはわざと。過失ってのはうっかりでしょ。ね、で、よって、ね、要するに他人のね、この、あの、権利だとか、あるいはこの利益、これを侵害しちゃった。 まさに殺人ですよ。ね。殺人。これ来い。わざと人を刺して殺した。ね。人の生命っていうこのね、あの、利益、まあ、権利と言ってもいいかもしれない。とにかくこれを侵害してる。でしょでも、それによってどうなってますこれけ、さっき言ったように、これ警察は出てこないんですよ。ここね。これ刑法だと、このね、 この保護される利益を侵害したものは、ね、ちょっと条文の規定、あの、殺人罪199条、ちょっとね、規定は仕方は違うんだけど、刑法って条文を見るとね、必ず最後にね、あの罰則が出てくるんですよ。死刑または無期もしくは3年以上の懲役刑処すとかっていう。ね。民法はとにかくね、これ。損害賠償。これなんですよ。不法行為。これね、何回も言うけど、罪名出てきません。刑法ではね、殺人罪、窃盗罪出てくるけど、民法では全部不法行為って言って、 この損害賠償、全部、お金で処理するんですよ。いいですね。刑法だと、ね、例えば殺、あの、199条で殺人罪、死刑または無期もしくは3年以上の懲役処すとかって規定してありますけど、あそこは結局警察が出てきて逮捕して、ね、そうやって刑罰っていうね、刑罰を科するっていう手続きに移っていくわけですよ。でも民法は何回も言いますけど、司法なんで、横の関係ですから、警察出てきません。 だから、こんな罰則とか規定したって意味ないわけですよ。意味,意味ないって言うとちょっとね、弊がありますけども、そういう罰則を問題にするんじゃないですよ。私人間横の関係だから、最後は、お金で処理するんですよ。これが民法の一つの大きな特徴。それがこの不法行為に出てるんですよ。ね。刑罰出てきません。死刑とか無期とかできませんよ。刑法と違うんですよ。民法はとにかく横の関係なんですよ。警察とか、公的機関顔出しませんから。 最後は、結局、お金で処理するの。これが、損害賠償ってこと。ここ。いいですね。で、何回も言いますけど、ね、違法な行為、全部不法行為って言います。ね、これ、人を殺しても、あるいは誤って、これです過失。ね、誤って人を傷つけても、ね、つまり、車で人を跳ねちゃったとか、そういう場合ですね。ね、そういう場合も全部、損害賠償で処理します。お金。お金。いいですね。 これが民法です。で戻りますよ。こちらね。で、3ページです。で、不法行為だよ。ですね。で、今ご覧いただいたように、これ。B には不法行為が整理し、B は A に損害賠償義務を負います。今やりましたね。7 0九条です。ね。損害賠償。簡単に言うと、弁償ってこと。お金で弁償する。ですね。これ。で、この、続きますよ。で、この不法行為は、契約。 ね、言い換えると、意思に基づかない法律関係の制度なんで、B は A に弁済する意思はなくとも、790に基づいて、これ自動的に B には、ね、これ勝手に A の家にこれ移り住んじゃったんでしょこの人。ね、この人には損害賠償義務が発生しますよってこと。だから、これさっき条文見てね、皆さんにお話ししましたけど、これ不法行為が成立すると、これ B に損害賠償義務がこれ発生するんですよ。 で、これは B の意思に関係なくってこと。B が嫌だよ、そんな弁償なんかしたくないよ。ね。って思ったとしても、またそれを口に出したとしても、自動的に B はこの義務を負っちゃうんですよ。これをもって、ここ。意思、ね、契約あるいは意思に基づかない法律関係の制度っていうふうに言います。不法行為です。不法行為。いいですね。さっきの売買と違うでしょ売買は、双方が、当社双方がね、売るよ、買うよ、 この意思表示をして、これが合致することによって、売買契約が成立した。これがみあ、いわば民法の基本なんですよ。基本なの。基本は意思表示。これを要求するんですよ、民法は。それに対して、今ご覧いただいた、B が勝手に A の所有しているこの建物に移り住んじゃった。ね。これは刑法でいくと、あの、いわゆる住居侵入罪なんですよ。住居侵入です。A ですね。これ。で、この場合は、何回も言いますけど、民法上は不法行為ってことで、 損害賠償義務が B の意思に関係なく発生しますこれここで、ね、ちょっとアンダいきますよこここの不法行為は契約ね言い換えると意思ですね契約ってのは結局意思に基づくでしょだから契約まあ、いや言い換えると意思に基づかない法律関係の制度って言い方します不法行為不法行為それが戻りますよこっち 今度このいわゆるレック体系の今度後半部分ですここを指してます契約あるいは医師に基づかない法律関係としてね不,不当利得とかねこれまた後でやりますから不方ですよこれ今ご覧いただいたそういうこといかがでしょうなんとなくでいいですよんとなくあ民法って結局大まかな体系がこの医師に基づくか基づかないかに 分けられるんだなあっていうのを押さえていただければこのページは OK です。あとはそれぞれの箇所で具体的にね、あの見ていきますから。いかがでしょう。とにかくね、条文いっぱいありますよ。ね。範囲は広いんですよ。ね。だけど結局民法って対別するとこの二つなんですよ。意思に基づくの基づかないのこういうこと。ですね。これを押さえていただければここは OK です。ね。で、もうちょっと言うと。 ね、さっきもちょこっと言いましたけど、こちらがまあ原則系と思ってください。基本的に民法はね、この意思を基調にした法律なんですよ。ね、できるだけこの意思を尊重しよう。そういう、ね、あの方向です。これは私人間だから、ね。横の関係だから。できるだけ A さんとか B さんの意思を尊重してあげよう。ね、そういうのを基調にした法律なんですよ。だから、この意思。これが原則系と思って。そうすると、意思に基づかない。ね まあまあ、これちょっと置いときますけど不法行為でこういうのはいわば例外的な制度なんですよそういうこと、ね、でちょっと続けて下見て,見ていきますよでこのここ、ね、これ今お話し,しましたね民法を学習する際にはそれがね相続の知識なのか物件の知識なのかあるいは債権の知識なのかね意識することが必要ですよこれさっきありましたねこれさっきねそのこれでしたね一番最初ねどこ勉強してんの 今自分どこ勉強なのねまずこれねこれはねあの明確にってである必要はないですね一応今あの物件これ物件だなあるいはこれ債券だなあるいはこの債券の中の債あの契約確論だなね売買とか賃貸とかねそんなイメージで結構なんですよただ自分が今どこ勉強してるのかわかんないよっていうのは困りますんでね漠然でいいです漠然で構いませんから今自分がどの辺かな。 で、とにかく、右側の家族法はもうこれはほとんどやりませんから。だからとにかく財産法の物件か債権、これどちらかだけなんですよ。だからあとは総論か格論か。ね、で、格論の中のどれやってんのか。こっちもそうです。ね。それさえイメージしながら見ていけば OK なんで。ね。まず、でも一応これは前提ね。ねで、その上で戻りますよ。それとともに、ここね、これもさっきりやりましたね。これ、ここなんですよ。今お話したの。私権ね。民法のような司法上の権利のことの主体。あと、私権の客体。 主体と客体。で、ここでは人です。A さん B さんという人。ですね。こちら。これ、ですね。あと、客体。ね。これと、あとは、今度3番目。契約に基づく法律関係。これがさっきのこれですよ。ずっと時間くらいお話した。契約ですよ。簡単に言うと。代表例が契約です。意思に基づく。意思表示の価値でしょ意思、契約に基づく法律関係。あと、最後が、 不法行為ですよ。4番目、これ。契約に基づかない、意思に基づかない法律関係の4つの視点を持っておくと、ね、いろんな民法の問題を見つける際の大きな手がかりになるよ、ということで。ね。特にね、この主権の主体、客体、これあんまりそんな言葉にこだわる必要はないです。ただ、一応ね、この主体、あと、まあ、客体、ね。ちょっとこんな、あの、分類ですね。何回も言いますけど、あくまでも説明概念なんで、ね。主体が誰かな、A さんかな、B さんかな。 で、問題となっているこの売買ですね。売買の対象ですよ。これがまあ、客体ってことですね。ね。だからこの視点です。この言葉自体に大きな意味があるんじゃなくて、この事例をね、分析的に見て、見ていくときに、A さんと B さんが、いわば主体っていうもので、あの、説明、くくることができて、で、この土地付き建物が客体って言葉でね、くくることができるっていうだけで、この言葉自体はそれほどね、あの、こだわる必要ないです。その視点です。視点さえね、これ、あの、事例を見て、 あの、抑えていただければ OK なんで。ただ、それと同時に、これですね、やっぱね、とにかく、意思に基づくのか、基づかないのか。で、こっちが非常に大事ですね。これを持っておくとね、本当にね、あの、論点をね、見つける際のね、大きな手がかりになりますから。で、あとは、この、次ですね、最後ですけど、試験の主体とは、権利義務の主体となる、これ、人ですね。人。ね。人を指し。これには、いわゆるこれ、自然人。こういう、 A さんとか B さんのような人間ですね。人間を法律用語でこれ自然人と呼ぶんですよ。で、あともう一個。法人があります。権利義務の主体となる人。人には法律上、ね、人間である自然人と、あと、学校とか会社のような法人。二つあるよ。二つあるよ。そういうこと。ですね。人には二つあるよ。自然人と法人。ね、これ。で、試験の主体はね、これ、 民法総則のところで規定されてるんですけど、これ一応法人についても規定はしてるんですよ。民法総則一番最初やりましたね。総則っていうところで、一番最初のね、ところで規定してるけど、ただ鑑定しては出ません。<laughs> つ次のページ見てください。いいですね。いいですね。だから心配しなくていいです。こちら。ね、で、あと2番目の主権の客体。これは権利義務の客体となる。これ人,に人の場合もありますよ、ね。あとさっきの前のページの図はものですね。 土地付き建物っていうもものですけども一応、ね、これ人になる場合もあります人に請求するとか、ね、人になんかこうねもなんかやってもらうとかいう場合この試験のねこの客体に人がなる場合もありますけどで通常はやっぱ物ですねこれね土地とか建物とかこれで聞いてきますんで,でこの物も一応早速中でで規定はしてるんですよだからやっぱりこの相続っていうこれね一番最初の分野非常にこれ範囲が広いですねこれね。で次今度丸さんこれはとにかく契約です。 契約に基づく法律関係もう名前契約と書いてますけどとにかく維持表示の合致によって成立する契約を指すよですねでこれは相続のねそうあるいは物件あと再建総論契約総論契約各論いろんなところでねこれいろんなところにこれあのまたがってますからねそれぞれの知識これねこの契約を勉強するときに使えますんでだからあのその一箇所だけね例えば契約総論だけやればいいよとじゃないんですよ 他のいろんな分野にね、この契約ね、この契約に基づく法律関係の条文がまたがってるんですよ。これがある意味民法のまあ難しさっていうか大変さの一つのゆえんでもあるんですよ。その条文だけやればいいようじゃないんですよ。いろんな条文にまたがっている。だからそういう横断的な理解っていうのがやっぱ必要になってくる。だからまた話戻りますけど、最初に申し上げましたけど、その部分だけやってもダメだよってこと。 後ろの方を勉強してね他の分野も分かることによってその最初の方の前の方の理解もできるんだよそういうことなんですよまたがってんのいいですねこれあとマオについてはこれまたねこれもう代表例がねもうさっきの前のページでお話をしました不法行為です不法行為ねこれ気をつけてこれあとはざっと名としておかれるべきです他にもあるんですよ他にもねこの契約ねまあ意思に基づかない法律関係の制度はあるんですよ これ,ね、一応これに塗ってありますけどねでもやっぱりねほとんど鑑定士の民法で聞いてくるあの制度としては不法行為ですねこの契約に基づかない法律関係ね医師に基づかない法律関係って言ってもいいですけどまあ不法行為ねこれは特に気をつけて押さえていくようにしますんでいいですねこんなところです、ね、であとね最後ですねちょっとこれだけやって終わりにしますよいしょ行きますよちょっと速手を見てくださいねこれもねちょっと覚えてほしいんですよこれもたった今も覚えてほしい いきますよコメントね側中のコメントです4ページね法律関係ねこの後さっきもやりましたけどこれ契約に基づく法律関係契約に基づかない法律関係ねこの法律関係と言葉がこの後もね本文中ねテキストの、ね、中でも随所に出てきますけど法律関係って何ってことでこれはね権利義務の関係なんですよ権利と義務です権利と義務の関係ですねで権利の反対が義務です で、義務の反対が権利です。従って、権利と義務ってのは対になってますので、どちらか一方だけってことは絶対あり得ないんですよ。だから、権利だけがあって、義務がないってことはないし、ね、義務だけがあって、権利がないってこともないよ。ね、表裏一体です。表裏一体。で、この権利義務、この関係を法律関係って呼んでます。ですね。これ。権利義務。これは法律関係です。で、これを成立させる制度として、さっき前のページで見た、意思に基づく、 契約と意思に基づかない不法行為の二つがあるよってことなんですよ。いかがでしょうね。とりあえずここはね、ちょっとあんたに引いていくんですよ。これ。ね。これはもうたった今覚えておいてください。法律関係。何権利義務の関係です。ね。これ。これ大事です。ね。だからこの後、あの、勉強が進んでね、あの、もし問題文でね、 もしは本試験の問題文で AB 間の法律関係論図よとかって出てた場合、その時にね、これ権利義務に分解して考えるわけですよ。それぞれがどんな権利を有し、またどんな義務を負ってるのか、そうやって考えたら全然難しくないですよ。そういうこと。ね。ただ、法律関係って言葉だけ覚えてたらなんか漠然として何書いたらいいのかなんでしょ。でも結局法律関係ってのは権利と義務です。権利と義務。 ね、だから権利と義務に分解してあとは考察していけばいいんですよ。とは全然難しくない。いいですね。これも覚えといてください。いいですね。じゃあもうねちょっと時間過ぎましたんで1回目は以上といたします。しっかりとね。まあ、今回あまり進んでませんけど4ページの途中までなんでねそんなに進んでませんけども一応しっかりとこの講義の中でね取り入れるところちょっと条文書をめくってみてくださいね。ね。ね。そういう形でしっかりと復習しておいてください。じゃあ終わります。お疲れ様でした